みんないらっしゃい。今日おとなしいな。なんだろう。眠いよ、みんな。ちょっと圧倒された。エブ女優、名前はなんていう女優さんですかって。ご紹介お願いします。はじめまして、ひとみまどかです。ひとみまどかです。人に美しいで、ひと、まどかはひらがなで、ひとみまどかで。です。検索してもらえれば。検索しよう。検索して、あ、ごめん。すいません、お手数かけて。今日から、戻る。帰るの、帰るの。うん、オッケー。え、最近こっちに住んでんの？いや、宇都宮から帰ってます。あ、マジで？車じゃないか。飲んでる。新幹線から。またまた。ちょっと、携帯、携帯。携帯、ちょっと。それ電波元だから。カクーンさんいらっしゃい。え？全然いいよ、全然いいよ。いや、あと、はいはいはい。ねえ、綺麗な人でしょ。ひとみまどかさんだよ。すごいの、カシスの味が。ていうかさ、まどかさんがさ、ずっとスティックのり食べてるの。そう、このスティックのり、これ、ね、もこがね、スティックのりが食べるの好きなんだって。このスティックのりがチューするとね。え、なに、いつ頃から食べてるの、スティックのり。まどちゃんがね、怒るからね。今日ね、今日今日からスティックのり食べ始めたの。聞いて、ね、ちょっと聞いてるから、聞いてるから、店員さんも。呼んでいいか、店長。ね、来てほしい。はい、一番持てる。何、じゃあ、人間呼ぼう。はい、ね、おいで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 、マジで、これ大丈夫、大丈夫、マジで、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。こんなに舐めて、本当に舐めてて、ガッツリまずいと思うから、もうちょいよ。どこに、そんな、うわ、大丈夫。ちょっとガッツリっぽいじゃん、あんた。ベロベロだけど。そんな、一回拭くわ。じゃあ一回拭きたい。一回拭いて、そんで、おいしいよ。いや、マジでおいしい。だからでもそれ一回、ちょっとかわいい。かわいいかよ、お前は。もうお前はやばいわ。ちょっとやばい。かわいい。これ待って、こう自分で持って、えっってやってるの。なんでしょうね、このもう AV 女優さんからのこのこれさ、そんなのあるよ、普通に。本当にこれが美味しい。でもね、意外と美味しかった。体には絶対悪い。スーパークルー。悪くない。悪いものを髪に与えることないから。いや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 。まあまあね。そうだね。そうだね。今ね、のんちゃんの攻撃的だよ。行こう、行こう。一緒。もう、ブル。かわいい。わー。待って、まずい？え、でも意外と、ノリを食べたの。なんでノリ食べようと思った。逆になんで無理じゃない。逆の発想だ。逆にね、逆にね、ごめんね。どっちが正しい反応なんですか。わかんない。正解はない。これは正解はない。じゃあもう一回拭くじゃん。これでも意外とうまかった。これそう、足りないよ。ハードだよ。足りない、足りない。あと言っとくけど、ハードだよ。あんた言っとくけど、最初にダメダメダメ、まだそんなんで足りねえから。おめえ、チュパ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 チュ
何やってるの。まずそうとか言ってるけど本当に見て、まあまあ思ってるよりも食べられる。でしょ。名前はひとみまどかさん。ひとみまどかさん。急に来るのにね。ひとみまどかさん。あらさすが。海苔は食べない方がいいと思うよ。プロが違うな。海苔はね、体に絶対悪いと思うよ。すごい持ち悪いです。でも髪につけれる分家川3つです。ありがとうございます。その気持ちを家川来たよ。家川3発わらわらわら家川行くよ。で私ね、あとこのわらわらほらそれ飲んでないもん。ここで私ひとみまどかって言います。これちょっと飲んで、はい行くよ。はいみんな乾杯乾杯乾杯。家川来たから海苔をここにやりましょう。だってじゃんけんに負けたやつが海苔あげやすい。おい海苔はノリ溶けてるしね、いろいろ角っこが。リアトツ？リアトツ全然大歓迎？ええ、よくわかんない。違う？え、飲みくんの今から。はい、じゃあ乾杯。やっほー。KP！ KP！ KP！ リアトツ好きなよ。リアトツ OK よ。いくらでも。ねえ、飲んでんの？おい、飲んでんの？あ、飲んでないじゃん。家がでも美味しい。家が美味しいじゃん。これは飲んでないじゃん。家飲んでないじゃん。家が美味しい。家が。いや乾杯。超有名な。歌舞伎町のキャスバーよ。歌舞伎町のキャスバー。さあおいで。一緒におしゃべりしましょう。いやで三。わ苦。苦い？何？家がが。このあじゃあお茶だ。これよ違うよこれ。これ何なのこれ。これな。これ何なの。飲んでいい。飲んでいい。飲んでいい。ノンアルコールサービスで出ました。いただきます。これ何これ何これ昆布茶昆布茶昆布茶みんな昆布茶何これみんなみっかみっかみんな何だったんちゃ何これ何これ一見体に良さそうなんだけど悪いこと言ったよ。悪くもないけど良くもない。何の効果もない。いないこれ。合ってますよ合ってますよ。あ合ってますよ。え、ひとみまどかさんはジンの美しいまどかさんになってる。あ、そうですか。これで合ってる。うん、合ってるよ。ありがとうございます。あー、お尻を噛まれてる。ありがとうございます。今日どれくらいかっぱ。スティック海苔のベタベタが口の中に。そんなのこれでやれベロって。あ、何の打ち合わせ。あの、のんちゃん来ない。のんちゃんが綺麗だ。いや、俺すごい合ってみたいんだけど。のんちゃん面白いですよ。面白いね。のんちゃん面白いです、もう一切いいっすね。俺少ないフォロワーの中にのんちゃんいるんだよね。あ、マジっすか。え、のんちゃんって誰ですか。和田さんの元ファミリー。そうです。あなたまでしょ。なんで耳舐めないでよ。なんでいきなり耳舐めんのよ。酔っ払いだから。今ね、高橋さんがどうもありがとうって、あの、ひとみまどかさんで会ってますかって言って。あ、会ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと検索してもらえば。やってね。アイスピックとファッツイッターもあるしね。日頃のお世話を私がぜひしたいです。まだ。まだ。まだ。おじいはまさかの。はい、はい。でも、でも本当にいい感じのアングルになってるんだ。いい感じのアングルでした。サービスショットになる。ブレもやばい感じで。まだかも。昨日1級ぐらいの割合だった。おちゃん。おちゃんね。岡巻きすなって言ってるけど、はい、モコリンは、おちゃん関係ないからね。ああ、両方いけるって言ってます。全然だからね。バイセクション。和田さん、和田さん、ごめんなさい。今行こうとしてるから大丈夫。全然ゴリが。でも今さ、あの男7割やと、男7割は女2割やと。でもね、うん、正直何でもいいんですよ。正直何でもいいんだよ。店長が逃げたわ。飲み放題で大丈夫。店長カウンターの中入った。一杯出せ。はい。まあ。なんで。和蔵さんってその辺信じてたよ。僕はあんまりロハコさんとマブダツですからね。あのベラ髪は面白すぎる。
またみどりさんと話そうそれ、うん、普通に美人だよね。なんかあれそうでしょ、女優さん綺麗じゃないといけないよ。フードメニュ ー, ー, ニューすいません、フードメニューいかなんか食べる、ソーセージ食べたい、ソーセージに、ソーセージの盛り合わせ、ソーセージの盛り合わせに、マスタード、そうそう、何やって、何やって、痛いって痛いって痛いって、いいよ、いいよ、いいよ、痛いって、こっちは考えてやるよ、そっちは痛い、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 噛まれた。俺もね、さっきね、うん、普通に関係ない飲みで噛まれたから何の配信もないだろ、痛いって、私も見てたよなんで噛むの。あ、ありがとうね。いや、あ、超美味しそうなんだ。チャーハン、あ、ほんとに、あ、じゃあ戻ってきた、まあ、でもここだよね、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 だよね、いやいやいや、いや、ね、やめよ、これでいいかい、嫌な水がする、食べよう、嫌な水がする、これ何、チャーハン、チャーハン、すごい大好き、イエーイ、ほら、すごい、食べさせてあげてよ、食べさせてあげる、子供じゃねえんだから、じゃあ食べさせてあげるね、子供じゃねえんだからよ、俺、あんとか絶対、ハーンとか絶対ないと思うわ、もういい大人が。俺そういうのすごい苦手。ハーンとか、ハーンとか俺、ハーンとか無理だから。俺絶対やらないから。ちょっと待って、絶対やらないから。ちょっと見切れてる、見切れてる。やらないって。ちょっと待って、やらない、絶対やらない。俺にはプライドがあるから。大人になって。やらないんかーい、やらないんかーい、やらないんかーい、やらないん、食べたかった。あの匂いが。美味しいと思う。食べたかったわ。おいで、おいで、いや、いいから、食べましたね、綺麗だよね、食べさせてくれないんかい、あーピラフだよ、ピラフだよ、あー、ここでチャーハンを食べるとね、あの事件が起きるって言います。まあ、あえてそれで頼んだ。あえての。ちょっとマナピン。チャーハン、チャーハン。でもね、やっぱね、ヒカルはね、この度、さっき挨拶して、あしたの、めっちゃかっこいい、かっこいいって言って、やばかった。ヒカルくんはかっこいい。ヒカルくんかっこいいよね。呪われちゃう。ヒカルくん、超かっこいい。ヒカルくんいたじゃん、さっき。一番最初に会った子、ダンサーみたいな。そう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 。あれやばいよ。すごい。なんか、先生だったし、そう、先生だったし、すごい、そう、なんか、すごい、ちょっと緊張した、光くんはモテる、モテる、モテるさんは、美味しいよね、美味しい、ちょっと、普通から来たから、もう光くん、帰るし、守ったから、間違いないってね、入ってきて、挨拶だけで紹介したの、はい、そしたらちょっとだけ残りとそうの顔ずっとしてただって普通に女の子と帰るよりはそうね、美味しいじゃん、そうですね、明らかに、そうですね、うん、ヒカル君はやっぱ配信者なんですよ、うん、アンテナの、次絶対って言ってたから、いや結構有名よ、結構有名よ、僕らすげーみたいな、 FC2 で同時閲覧、2000ぐらい叩き出す人よ、あのね、で、1月ぐらいで2万ぐらいの閲覧稼いだ人間だから、で、バンされてっから、同時閲覧1500から2000でしょ、で、あのね、ニコ生で20何回もバンになってるからね、スマホにやるんかい、いや、売りがないからっていうかさ、ニコ生バンを20何回だっけ、23、4回だっけ、やばいよ、出してきた、お腹空いたわ、運営からすると A 番食らわない、大丈夫、大丈夫、なんかね、ニコ生は多分嵐とかだと厳しいんだけど、あー、まあまあエロだから、エロだから、なんで懲りないの、20何回なんで番になっても懲りねえんだよ、ね、でさ、頭悪いのかよ、あのキャスで初めてはキャス一発目から番食らって A 番になってえ、ね、ツイキャスの初めての放送で A 版になったの、そうすげえ、てるよ、はい、おめでとう、あー、私もあー、すいません、いっぱいいっぱい、お、ごめん、あうまうまいね、うまお腹すいてた、お腹すいてたんだ、ラーメン食べるぞ、ラーメン何が好きなの、何系のラーメン、塩ラーメン、塩ラーメン、この辺塩あるかな、塩ラーメンに、うん、
ライオンガー入れて赤くすんの。なんかあの塩ラーメンじゃなくなってる的な感じのやつ。それが大好き。あ、それが大好き。マドちゃんさ、すごいすごいスベスベね。セクハラ。セクハラだよそれ。言っちゃ悪いけど。女優さんの体に触らないでください。いや、私もスベスベだから、ちょっと。そう、そうなの。それね、あのね、やっぱり。マドちゃんね、これね、振りなの。私も振り、あの、スベスベですよっていう、あの、ちょっとね、触って、触ってっていう。ちょっと決めが細かい。ほら、ほら。男って、ちょっと、ちょっと決めの細かいいい肌なの。腹立った。すげえ。え、すごい筋肉してね、すごいかっこいいねって、超力強いよねって言って、はいはいはい、腕相撲しようって言って、自信あるやつがそういうこと言うの。はいはいはい、分かる分かる。振りですよね。いやらしいやつ。すごいよねとか言って。え、なに、ブラザーつけてるの？やめてよ。ブラザーつけてるの？すげえ。見えんのやめてよ。ブラザーつけてるの。のんちゃん来ないの？のんちゃん来ようかなって言ってたんですけど、多分帰っちゃいますから、ね。帰っちゃったんだ。うん、のんちゃん来る？急にね、急にやめてよ。あのね、急に女優出すのよ。たかしさんね、あのね、おかまの人っていうかね、あのね、モコリはね、おかまを超越してる。おかまっていう言葉はね、違うよね。そうだよ、もっと超越してる感じがするな。だから、じゃあ今度ロハコさんとかと絡ましたら面白いかも。ロハコさん、うん、絡んだらめちゃめちゃ面白い。ロハコさん、断られましたって、なんで。あ、いやいやいや、レイさん、俺行こうかなったら全然来てください。完全な場合で、で、女性来るなって言われた。いや、見た目は男なんだけど。いやいや、大丈夫よ、大丈夫、大丈夫。男の人も2割いると。で、そう、男の人は8割。女の人はもう2割。あ、逆なんだ。男だ。俺ね、なんか一昨年のあのなんだっけ、あのヌマップやってる時の、うん、あの超会議の運営でやってたから。ここです。卵代を保証しよう。全然なロバさん。ロバさんとなんか相性良さそうな気はするけど。面白いと思う。っていうかね、むしろね。食べちゃうよ。そうだ。和道さんとロハーフさんと。あの、このメンズで、面白そうです。いや、あの、思い出したよ。配信とか。私、和藤くんやってた旅配信とかしたらすげえ面白い。確かに、なんか、あの、変な、あ、いや、全然来て来て来て。なんか、梅田くんとかが絡んでた放送。じゃあ、まどかさんに会いに行きたくて行くって。全然いるよ、全然いるよ。うん。あの、ここ空いてる。6時までやってるから。まずこれ、うん、それまでいい、全然いる。本当に来てほしい。うん。まどかちゃん。お酒飲めたい。で、ま、ねえ、まどかちゃんもね、あの、リアルね、あの、イベント、オフ会やろうとしたらね、人が集まなくて。いいね、すごい、なくなった。そう。ねえ、まどかちゃんでね、イベントやってました。はい。だから、リアルの来る人があまりにも少なくて、NG になっちゃった。で、お前ら何やってるんだよ。超いいねんじゃねえか。特殊期間とか足りなかったんじゃないですか、多分。あのね、運営的にはダメだ。ああ、仕掛けですよね。仕掛けは。仕掛け。でも土日にやったら、そうやって裏切るんだね、みんな。美味しいやつ。もう太るから。大丈夫。あの、俺仕掛けて、ある程度この辺のいろんなやつ使ってやるんだよ。今来て、別に北海道やえ、何、5人ぐらい連れてくの？あ、いいよ、いいよ、来い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 、パーリーない？パーリーない？来なよ、来なよ。やった、仕事した。カタカナ。山津さん、5人ぐらい来るかもって。はい、素晴らしい。やっと、やっと。おかげですよ、いつもね。来て来て、来て来て。私こんな感じ、和藤さんのおかげでこのバー持ってる。プラス、私ハイボールお願いします。ハイボール、はい、ハイボール2つでお願いします。みんな来てきて。そう、来てほしい。え、もう動いてるかな。動いてるよ。すごいね、あなた。のんちゃんも来たよ。マジか。おいでおいで。なんかみんなで、なんかなんちゃって奥さんに来た。そうだ、いいね。
なんちゃってんじゃない。この3人の深い。なんちゃってんじゃない。さん、あの、まどかちゃん。ちゃってないけど。なんか、気持ち悪いゲームじゃん。あれ。どこないですか。なんか、みんなで酔っ払いたい。みんなで飲もう。うん、飲もう飲もう。可愛いでしょ、まどちゃん。まだ、まだ、綺麗だと思う、綺麗だと思う。待って、なぜ目見て言わない。やばくない、ちょっとこの子可愛くない。やばいでしょ、この子。撮ったら、撮れるぞ、撮れるぞ。目が綺麗だなと思って。なっき、目が綺麗だなと思って。いや、5人でさ、放送見たら行くってなるぞ。いやいや、キラキラ。一人でくれじゃん。ね、待って、行くで行かないで、私のモチベーションが来ますわ。ソーセージ来ました、ソーセージ。来た来た、マコリン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 、やばいじゃん。サービスショット、サービスショット、リスナーさんも見たいから。やべ、ちょっと2人でやろう。マスタードソーセージ、ダメダメダメ、マスタードソーセージ。リスナーが見たいな、この枠は。あのね、ワドさんのな。あ、面白すぎる。ほんと可愛いよ、可愛いよ、もう可愛いよ、もっと行こう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 。これね、この枠で。もう耐えられない、もう耐えられない、もう耐えられない、もう耐えられない。はい、食えや。なんで誰も求めてねえわ、この絵面。これ、逆だわ。いいよ。おしんち行ってくる。行ってら。もっくー。なんでイクスタシー行かないの。何イクスタシー。これでさ、あの、ここ昔ノーパンしゃぶしゃぶあったビルなの。俺ノーパンしゃぶしゃぶとか逆に行ってみたかったんだけど。すごいんだけど、俺が高校生時代からこのそれ言ったってことは50歳近い。マジっすか。うん、多分ね。結構僕年配の方が多いんですよ。先輩からが3、4、50代の人が多いんで。すごい遊んでた人で、うわ、遊んでた人なんじゃないの。縦花ビルス。確かにそうなんだよね。ねえ、おてんてん。おてんてん。おてんてんって何。なんでおてんてんだよ。何このワイワイってなってやないよ。全然わかんない。あの、あれこの子何。あ、ワドさんの。あれを、まずツイッターをアップロードしてさ、ツイッターを。肉もいいね、肉も美味しかったわ、なかなか。ソーセージ食べる、まどかさん。いや、来たよ。あ、私今おしっこ、あ、いたんで、おしっこに行くやつですか。あ、いいよ、いいよ、待ってるよ。おやすみ。肉もんもね、ハードコの肉もある。どれくらいなの、これくらい。俺これくらい。ほんとほんと、いや、マジ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 だから。嘘だよ。いや、ほんとに。そんなわけ。いや、ほんとに俺これくらいだから。じゃあ、まあ、嘘つけば。いや、ほんとだって。私も小さいけど、うずらだけど。うずら、これよりは大きい。俺これだよ、ほんとに。見てよ。バッバッ。ほら、バッ。え、だいぶ映ってない。見えてないじゃん。あ、俺の方がダメ。もうちょっとギリ行こう。ほんとに。もういいから。これよりはいいから、しまえや。俺の方が。いや、ダメダメダメ。ふわっちの基準がね。見えないんだ、これ。いいじゃん、見えない。ここからは。いいね、いいね。ここは、いいね、こでしょ。ねえねえ。なんで初対面だよ。ブレーコーって言われないといけないじゃん。見たい方は直接ここに来てくれば。そうそう、ここに来ればいい。誰が見たいんだよ、俺のチンコ。俺は全然小さい。うずらちゃんだから。もうこれ。うまっ。なんだ。どれそれ。硬いな。ズボンが硬いな。ズイパン買ったばっかだもん。新しいやつだ、これ。今日なんだろう、コメントが非常に少ない。困るね。やばいっすね。ではね、ちょっとわかるな。あの、マドさんもぐらいだけど、行き過ぎると、
うん、みんなどこまで突っ込んでいいのか、うん、ちょっとびっくりしちゃうっていうのがあるからふわっちにしたキャラ強烈すぎるかもしれない。でもふわっちって本当にどこどんね、うん、突き詰めていくとそっちになるの、うん、すごいそれが楽しくなるから、うん、別にこれはね多分コメント打つべきで見て楽しんでると思うから、うん、りんちゃん初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね、来てくれてありがとう。りんちゃんだね。私のベロベロの顔超映ってんじゃん。もうちょっとそうなんだ、きっちりしよう。分かった。かわいいモコリンだよ。かわいいモコリン。はい、知らない。これウィッグだっモコリン。ウィッグでウィッグなんだモコリンね。すごいね、ダンサーで、すごいクラブのイベントで踊るような、へぇ、うん、ガチのガチでダンスなんだ。そうそうそう、あのギターとかもガチで。ギターもできるの？ギターもできるの？ギターもできる。へぇ、ギターをやりながらね、あのチンコでギターを弾いたりする。それ FC2 で諸出しでやったから面白いでしょ。面白すぎない？面白すぎますよ。チンコで弾くのは熱いっすね。やばいでしょ。あのね、バーンって押さえながらチンコでバンバンやってるの。いいっすね。いやマジかよ。ロック、ロック、ロックだよ。そうなんだよ。やっぱロックって言ったらそうじゃん。やっぱり俺パンクス。あ、そうなんだ。俺パンク。でもそのパンクスもロックもそうなんだけど、やっぱり別にさ、その精神的にね脱いじゃって行くっていうのは、そのロックの精神もパンクスの精神もあると思うんだよ。あるよ。要は感覚がアナーキズムだよ。そう、アナーキズムで、あるなんか、来な、ペンギンマン来な。そう、今超可愛い子いるから、まどかちゃん、まどかちゃん、あ、私を言えよ。お前で釣れねえだろ、お前よ、私を言えよ。きついって。嘘言えよ。私を結構言ってたぞ。まどかちゃんが見たいの。何言ってんだよ。あ、もっとにも可愛いって言ってたじゃんか。お前いいよ、大丈夫。いや、モコリンも可愛いよ。モコリンも可愛いけど、え、モコリンも可愛いけど、あのね、あんだけ可愛いね、まどかちゃんに勝とうとする精神が心強すぎる。あ、すいません、ごめん。はーい、おまちゃん、ごめん。はーい、こぼしちゃった。いいですよ、そのまましといてください。申し訳ない、すいません。大丈夫、大丈夫。靴はどれ？あ、もうこれ、これこっち、いいよ、いいよ。もう一個だけで、まどかちゃんおいで。またマテクニックは。はい、どう。やば。ちょっとやばいな。やばいなこれ。これやっぱプロ。ほんまもんのプロは。うまい、マスターズ。マスターズ好きなんだ。ついてる？マスターついてる。あんねえなお前。はい。わあ。あ、ちょっとキャー、うん、ビンビンすぎてる。何やってんの。何の絵面だこれ。何の絵面だよ。生のお客様、生来たよ、生来たよ。生のお客様、起きますよ。ねんねん、ゆかさん、足元でした。あ、いや、家から5分だから来ようかなって言ってる人もいるし。ねんねん、待って、これ一緒にさ、うん、あれやろ、ポッキーゲーム。ポッキーゲームやりたい。いいね、ポッキーゲームいいね。ポッキーゲームやろう。マジでこれ取っとくから本当に来てほしい。よし。で、だったらさ、ポッキーやっちゃうよ。誰か来てほしいよね。はい、ね、みんなで集まったらパーリーしたいですね。ね、パーリーしちゃう。ね、ポッキーゲームしたいって人来たら今、うん、もうすごいよ。あの、何？ポッキーゲームパーティーで。いろんな種類あるからね。あのね、わかった、待って、一回さ、私、本当にお腹すいた
これマジでこれ、そうそうそう、ウィンターだけ、うん、ガチの腹減ってるやつガチの腹減りだよガチの腹減り宣言したね今今来たらね、カオスだよ。よりどり見れてるやない。ザ・歌舞伎町って感じだよ。ザ・歌舞伎町で今日はね、ワドさん呼んだのはね、むしろね、あれだから、あの慰め会で、MC 今日俺 MC の仕事もらえるはずだったのに取られたよ。取られたから MC の仕事取られたから。そうだ、いい仕事できた。違うよ、いい仕事できた。アド君にはアド君で一緒にやろう違う仕事を、そうそうそう、監督の仕事とかを取ってもらえるっていうのは。でもチャリで来ない方がいいかもしれない。何チャリで来ない方がいいかもしれない。チャリ、まあね危ないから飲んで一緒にみんなで帰りたいから。みんなで帰ろう。そう、チャリは危ないから。チャリ5分って言ってる方がいるから。はい、ワンツー。チャリっていうね、チャリって言ってるけどタクシーっていうの。チャリじゃないから。あの、意外と見とるね、そうそう、人間さんって。意外とね、ほらお金持ちがねえから。初めて見た人がもう分かってる。マドカちゃん、言わないで。可愛すぎてさー、やばい。一緒に食べよう、ソーセージ。分かった、マドカちゃんのね、あれやれよ。番組作ろう。嘘。いや、濃い方が美味しかった。俺これ、ビール嫌いなの。誰ビールじゃあ私もらうわ。はい、飲んでよ。マドちゃん、何？あちら、ハイボールよね。ハイボールこれ、はい、おしっこ行きたいって。おしっこ行きたい。はい、はい、マジで何、そういうプレイなの？私飲むわ。おしっこ飲むの？おしっこ飲む。じゃあ、おしっこ飲んだことあるよ。やべ、俺もマドさんは僕おしっこ飲んだことはないです。待って、じゃあ待って、はい、今から、はい、今何時？うん、何？今、まあいい省略して4時じゃん。うん、4時に来たら、いや、6時までだったら全然車で来て。やだやだやだ。間に合わなかったらいいよ。4時半までに来た人。ハイボールお願いします。はい、2人とも可愛い。4時半までに来た人の？俺が一番可愛いでしょ。3人いるんだけどね。おちんちんを？おしっこ。おしっこ？何枚？何枚？ね、飛んでる。いいじゃん、たまには。なんでそんな急に。あ、飲みたくなってきた。なんで急にそんな宣言したのかわかんない。はい、飲ませろ。肉輪。みんな見てる。みんな見てる。これが主治肉輪だから。あの子バカなんだな。急に。まあ急にそんなおしっこ飲みたい願望ないけどね。そんなさ、いや、デートで瞳和とかさんとデートは熱いでしょ。オフしてってください、そんなにビビりやらない。はい、ありがとうございます。はい、え、なんでないの？でも、ワンロックにさ、かかとでいい男やな。嘘、何点俺。何点って言われるとちょっと困るけど。じゃあセックスしたいかしたくないかで言ったら どんなどれくらいの。いや、全然ありあり。嬉しいじゃん。なんていうの、そのさ、人としてのさ、うん、ちゃんと男と女とか、そういうの関係なく、思いやりができる人っていうのは、すごい楽しそうなの。あ、そう。あ、マホリンだからね、いい人なんだよ。人がね、もうね。そうなんだ。そう。そのさ、僕はさ、やっぱりさ、うん、男女っていうのをさ、お待たせしました。ちょっと、超越したって言ったら、なんかちょっと変な感じになっちゃうけど。でもね、でも俺思うんだけど、世界中で見たら LGBT の人って100%いるわけだし、ね、日本なんかも最先端だったわけよ。江戸時代とか男爵だったりとかさ、なんか聞こえた。だから、なんか、なんだろう、これは全然普通のことだと思うんだけどね。男が好きな男の人とか全然ありだと思う。結構、いや、喜んでる。喜んでる。喜んでる。で、いながらも、やっぱり、間違いない。分かる分かる。すげえ分かる。そうね、みたいな人多いと思うよ。やっぱりなかなか。だから、家族みたいな。なかなか、どこと通信をしても分かってくれて、ちゃんと、その、
全部を理解 してくれてね、すべてを受け入れてくれるっていう人は、いそうでいないと思うのよ。そう、うん、いや、いないの、本当に。結構、その、ツイッターとかさ。あ、いや、でもネットの人なんか叩きたいし、いじりたいんだよ。それはさ、なんかもう、まあ嫌だと思うよ、本人も。だってさ、ぶっつけキャラを演じないといけない自分とかあるじゃん。その、女装だったら女装のキャラを演じないといけない自分とか疲れるじゃん。人間として普通にさ、付き合えばいいのにって思うのがいいのにさ。なんかもったいないよね、そういうのね。あ、俺も乗せてくれんの、ありがとう。ツイッターやってますって。やってます。はい、でそれで名前モコリンで。モコリンで検索。ひらがなで。ハートありがとう。ハートありがとう。アイテムありがとう。みんな来てよ、みんな。みんなで飲もう。でかいのとちっちゃいのって。だってさ、人が人を愛するのにさ、性別なんていらなくない？年齢なんていらなくない？いや、俺本気でそう思うよ。本気で、マジで人を愛するのに、何か条件はいらないと思ってるもん。いるわ。いるの？何？いらないでしょ。いらないでしょ。すごい羨ましい。人を愛するのにさ、いる条件。ちょっと私もやってやる。やるか？人を好きになるのに理由なんていらない？ちょっと。お姫様だった。やばい。やばい。嬉しそう。超嬉しい。そうです、感動してる。結構すごいでしょ。すごい。パワーゲー。やめて。乙女の顔になってる。乙女の顔。いろいろ待ってた。乙女の顔になってるよ。人を愛するのにさ、理由なんていらないんだよ。好きになったら好きになったの。そうだね。ね、来てくれるって言った人さ、まだ来ないのかね。そうだね。氷待ってるのにここに。溶けちゃう。いや、マコリン軽いわ。びっくりした。いや、おい。いやいや、軽かったな。そういう意味じゃん。一応、そう。もう電車ない。男子のあの、ねえ、筋肉質だったね。ごめんな。あ、そうなんだ。ロンちゃんもう電車ないよ。来てほしかった、会いたかったね。ロンちゃんキャラ尖ってますからね。沖縄、今日だよ。今日の夕方もう沖縄にいる。もう羽田から出るよ。あ、沖縄に行くの？沖縄行く。あ、うん、何するの？いや、遊びに。あ、うんうん。みんなで辛い方と普通の辛いやつ。辛いやつ。あ、待って、ウインナー？はい、さっきのウインナー盛り上がった。黒いやつの色が濃いやつ。辛かった方がいい。辛くなかった。辛かった方がいい。辛かった方がいい。辛かった方がいい。みんな来たことないのに何してるんじゃん。全然、あの、車でデートしようって。え、したいしたい、私超ドライブ。来てほしいな、誰でもいいから。ね、ね、この楽しい感じを分かち合いたい、みんなで。なんか迷惑かもしれませんよ、ね、いいよ、やめてやめて、そういうの、まあ、気遣いだよね、気遣い、思ってないですけどね。アドさんもそうなんだけど、二人してなツーショットになったらちょっと緊張感あるんだよね。ちょっとピリッとしますよね。二人ともいい人なんだな。早く飲みなさいよ、メインヘラカレッジを。なんかね、24歳だよ。このね、24歳で、なんかね、初々しい。どこで見たの？あ、何歳なのって。ここに入った。こういうね、ヤンダーにするでしょ。来てくれ、来るの来ないの？だってそう、はっきりさせてほしい。そういう来るのか、この曖昧なのいらないって。来るのか来ないのか今決めろって。そう、期待を任せないでほしい。レン君、来てほしいんだって。レン君飲もうよ。だってレン君これ見た感じ。あら、もしほらね、来たらね、ワンチャンこういうことあるからね。ちなみにこれはチリは何を意味してる？え、チリは何を意味してる？どんな人でもあるからね。はい、乾杯。和道さんともできるし、あの男の子のもで乾杯。乾杯。キャズさん乾杯。乾杯。やべ、俺も酔っ払ってた。あ、歯してる。そうだよね。和道ちゃん歯綺麗だよね。はい、めっちゃ綺麗。ノーセンス。セラミック？
すごい綺麗。すっげえ綺麗。合成？セラミック。もともと、ちょっと近くで。ちょっと、もうこれ、あの、今、歯の話だから。ゴミがつくと思う。ゴミやってるやってる。急いで急いで。早く急いで急いで。いけないよ、いけないよ、全然。急いで。なんか一言でも交わしたい、私は。なんか、お邪魔してますけど。メンヘラっぽい。私がぶっ飛ぶ。ね、縦型のビル。AV は6年前って言ってたよ。6年前だっけ ?18 の頃。18歳の頃に、あ、今でもやってますよ。で、現役でやってます。歌舞伎のね、縦型ビル、要はゴジラの近く。縦型ビル、キャスバーで検索すると出てくるよ。CASBAR。でもね、キャスバーね、いろんなのが出てきて、多分ね、一回ずらして。電話番号を聞いた方がいいよね。昔行くから初カードが出ないので電話番号全然大丈夫。電話番号言っていいですか？余裕で探していただいていい。じゃあ、それと電話番号何番？何番？じゃあ、今名刺番号を取って。はい、いや、ここの電話番号書くよ、じゃあ。何番？ねえ、ここの電話番号。あ？ここの電話番号。03。だよね、みんなそうだよ。乾杯。ペピン。あ、何？縦花の2階。見えた。縦花の2階にキャスバーあるんで、みんな集合で。そう、これ。そうだよね。だから。そう。水がください。これ。沖縄行く。沖縄に旅立つから。めっちゃマシだ。え、今日アイテム持ってるの？あのステッカーとかそういう。持ってます。あ、じゃあそれも含めて。よかったら最終的にリアドスお願いします。お願いします。お願いします。トミーマドカ今日結構楽しいよ、これ今日女子率高いよ。女子率高いよトミーマドカと、トミーマドカで、セクシー女子率高い。今日朝まで6時だから早く飲みたい。飲もう、みんなで飲もう。変わりない。俺、朝までいるよ。朝までいるよ。ちょっと今日の女子率は高いです。今日激アツだろ、キャスが。今日来なかったらそうですよ。もうね、ヒカルとかそういうのもいないから事件は起こらない。事件は起こらないで、リスナーが楽しめる。そう、かわいい。ちょっと一緒に店員さんにセクハラしてるからね。みんな来て、みんな来て、みんな飲もう。パーリーしよう、パーリー。かわいいよね。どんだけ女子会なめてる。女子会すぎる。もうやべえ、酔っ払ってきたな俺。珍しいな。珍しくない、俺酔っ払ってんの。いや、いいっしょ。いいっすか。っていうか、マジで監督の仕事マジで相談するようにしてるんで。あのね、結構押してるから大丈夫。それは絶対で、あ、で、結構リスナーさん買うって言ってるんだよ。で、次の段階をまたやってほしいから、ぜひ和田さんにやってもらって、そのイベントさんがやりたいって言ってもらった。マジ？まあ、じゃあだから、あの、ヒカル君もやりたいって言ってるし、第3弾メンドさんのお願いします。で、もしか結構いっぱいいますよ、やりたいって言って。もうバンバン振るんで。だから、和田さんが、まどかちゃん、どうしても使いたいから全然呼べる。僕、第1弾まどかさんです。まどかさんでやりたいです。8を早送マスク取ってやったわ。マジだよ。今度そこのプレゼントの場所先生来るから。あ、ぜひぜひ。その時俺、あの、来る時だったら来て。キスマ、多分仲間ぐらいに、はい、あの、キャスバー来たいって言ってるから、ぜひぜひその時呼ぶんで。はい、よろしくお願いします。7月の仲間、7月の仲間前もって大体これね、この2章団が早よ早よ。和田さん、そんなにね、言われしなくてから。今度僕、普通が似合ってるのでいいから。これ分からんかい？カノーさんのお店、はい、やれてもらう。行くんで。これ、公開日の後、カナーとかと一緒に飲んでるの。あ、マジですか？うん。あの、ご飲み会じゃないけど。面白かったね。何お前触ったんだよ。あ、それ言えねえよ。
言えないの、配信会で結構言えないのありますからね。でも、こっそり、ゆくゆく技を出して、はい、俺の関係者の人から聞いた話なんだけど、っていうのがあったり、全然それでバラしてもいいけど、俺の名前出さなかったら全然いい。あれだけど、いわゆる、裏事情。ドワゴの公式から、いわゆるみんなが好きな、テキストとかそういうのが全部繋がったけど。はいはい。10月をリリースされるのがどんなサービスになるのかすごい楽しみなんですよね、僕。何？ニコ生の10月に。どうすか？ニコキャスなんすか？いや、前回の1日で潰したもの、はい、から繋がってる。あれは話題をあれしてやろうとしてたんだけど、結局もっと長くなっちゃったみたいな。あれは何すか、システムの問題だったんですかね。じゃなくてね、初めからまだ出来上がってないの分かってたの。だってできれいだけど、やんないと、やって、1日で閉じるっていうネタなの。あー、なるほど。要は、そういうマーケティングだったの。やっちゃだね。これまずいです。これまずい。これまずい。この裏番じゃまずい。この裏番じゃまずい。多分そんな感じ。お、家が来たよ。家が飲もうぜ。飲もうぜ。飲もうぜ。ちょっとさ。ケッピーもう9個頼んだもんで、9を数が一気におかしくなりました。9はマジで間違った。足段がおかしい。8つったもん。2、4、じゃあ飲もう。とりあえず飲むか。8がおかしい。行きますか。ケッピー乾杯。おい、お前、マドちゃん、マドちゃん、こっちケピーってやつ、ケピーってやつ、乾杯って言う、ケピー、ケピー、薬用のメス。ねえねえ、本当に来てほしい。私、朝まで来てるから。大丈夫？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 はい。で、ドイツ国内で出してる匂いが。マジで？そんな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 ？何してますね。僕パンやってたんですよ。いや、それは初めてですよ。俺はじゃあ日本しかないんだけど。おめでとうございます。まあ、川内や。あ、じゃあ多分国内家が。そんなとは思わなかった。国内で家が。マジで。マジで。まあ、美味しそうだ。薬用のメシみたいな。そうそうそう。家がハーブのお宅なんだけど。そう、ドイツのマルの家。ケビー、ケビー、ケビー。ドイツ家がマジでやばい。ドイツ家が、本場の家が全然味違う。これもうまいんだよ、日本家が。ビール、ビール、ビール。そうだよ、今。いらっしゃいますよ、また入ろう。来て、みんな来て。パーリーしよう、パーリー。何て言うの？できてないですね。いや、飲もう。今の話、仕事ない時間ですよ。知らん。じゃあ、タクシー、タクシー。まどかちゃんと飲めるなんてね、なかなか来てないよ。ないよ。飲もう、みんなで。素晴らしいことですよ。さあ、すすぎてやばい。あ、今、もう、プライベートモード。やばい。じゃあ、ね、普段聞けない AV 女優の方にね、そう、普段聞けない質問とか全然してよ。なかなか聞ける機会ないです。これでは言わない、これでは言わないけど。花火ありがとう、ケビー。花火ありがとう、ありがとう。花火ありがとう。はい、はい、はい。ここに来なきゃ、言わない。なるほど、なるほど。そうだったら、そうそうそう。直接聞いてよ。直接聞いてよ。だって、親密の話を、はいはい。そうですね。そうだね。なるほど、画面外でね。はい。それめちゃめちゃ美味しいから、これをたくさん食べて、分かち合いたい。なるほど、なるほど。
あの、瞳のサイン書いてから、それを写真撮って、そうですね、ツイッターに上げていただきたい。そうそうそう、花火ありがとう、うん、いや、これ花火何、いや、俺ひとみさん、あの、でも和尚さんには全部聞けるわけです。例えば、今まで好きな AV 女優ぐらい一人ぐらい言ってください。中学校の頃お世話になったのね。俺、あの、ノリっぽい感じの子が好きなんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、ね、例えば誰だっけな、女優名で言ったら、女優名で言ったらお世話になった女優名ね、はい、なんだっけ、名前出てこないんだ、なんだっけ、俺の好きな AV 女優なんだっけ、お前ら、なんで、なんで言ってないよ、なんだっけ、なんだっけ、乾杯乾杯パーリー店ありがとう、なんだっけ、俺好きな、早く早く、まあ、有名どころじゃないからちょっとわからないかもしれないです。有名っすよ、有名っす、ね、俺が定番やっときよ、定番じゃない、定番じゃないとわからないまで、なんだっけ、なんだっけ、名前が出るか分からない、ジャンルで、ジャンルで言ったら動画の、えっ、人妻でしょ、人妻さんの、あ、でも動画って言ってるぐらいだから、人妻って言ってるぐらい、人妻って言ってるぐらい、あ、違う違う、動画って言ってるぐらいだから人妻じゃないんで、小島みなみじゃない、ミッションかな、 AKB じゃない、AKB ジャンルまた全然違う、名前出てこない、誰かね、本当に Wi-Fi を持ってきてくれたらありがたい。 Wi-Fi 繋いがってるけど、あの、Twitter をアップデートしてないからだと思う。そう、なんか、なんだっけな、違う、したいんだけど、はい、それを繋がるのがないから、で、今繋がっってればできる。一番じゃないんだけど、鮎川奈緒さんとか好きだったよ。鮎川奈緒さん。一番じゃないけど、ね、なんだっけ、アップルストアとか。花火もね、ね、花火ちゃん、イエーイ。それが、オクラマリアじゃない。アップルストアに接続できませんね。どういうことやねん。たかし、早く来て。いや、あの、Wi-Fi が、店の Wi-Fi が繋がってないんですよ、今。そう、なんか、いや、普通は、ダメなのかな ?24、なんだっけ、繋がってるんだけど、ごめん、今酔っ払ってて名前出てこねえわ、俺。ダンス。ふんか、かわいいぞ。なんか見てほしい、いろんな種類の人がいる、横乗り系のね、そう、ひとみさん、ハル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 さん、あー、一つ見れば、ハルさんって、なんでだ、インターネット有名な、もしくは、ね、本当に来てほしい、みんな、先生、先生、ツイッターに写真がどうしたらいいんですか、グーグルされた、俺のスマホ、いやー、そこ行ったんじゃん、いやいや、頑張れ、サボってんな、今ね、真面目な話だよ、じゃあもうこれ、あの、こっち映んないと意味ないから、はい、もうこれみんな大好き、もうこれ来たよ。今歌舞伎で一番熱い店ね、ウーバー、誰か、ウーバーの上手い人に歌いますか、歌えないですけど、歌えるんだったら歌、カラオケもできますから、うん、いや、歌えないって今言ったじゃない、噛まないでね、噛まないでね、耳は噛まないで、いや、ダメに噛むのはやだ、噛むのはやだ、痛かったってさっき耳噛まれてて、ガッツリ噛んでるぞ、おいでおいで、おいで、全然切るな、噛むのはダメよ、最近ここで5秒くらい持ったら、舐めるぐらいなら許すよ、噛むだと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 噛むだ、多分これできない。じゃなくて、多分こっちだよ。ゆめさん、放送やってんの今。あんまり痛い。今ね、どれの深夜食堂が放送やってるみんな。どれ来いよ、この野郎。どれの深夜食堂がね、今ね、まだ悔やまれてるから。30年、誰も来ないんだったら
どれやんの？どれがね、今ね、多分自宅でね来たいんだ。すごい楽しそう。楽しそうで、また羨ましい。AV 以上、これあの、男の娘みたいなの来たら、どっちでもいいから、ワンチャン欲しいみたいな。気持ち悪いね、あいつね。気持ち悪いっすよ。イエーイ、ケビン、ケビン、ケビン。俺な、ドレさんと戦ってみてえな。ドレさんでやります？やってもいいよ。強いっすよ、でも。強いっすよ。でもね、これね、俺のパワー、あれしたら、やばい。じゃあ、仮に出てもするんだよ。やばい。あのね、お風呂でもいいや、はい、これこうして、はい、こうやって掴むじゃん、はい、で、あの、え、で、いや、あのね、気付かなくて、気付かなくて、はい、あ、強い、あ、こん、すごい、すごいじゃん、やばいじゃん、やめろ、俺ね、両手も勝てないな、強気やめろ、これでも強気やめろ、すごい、まだ貸しすぎてるじゃん、嘘、すげえ、すげえ、すげえ、ちょっと待って、すごいすごいすごい。マジか。この店は。あ、こんな強いですか。え、鍛えてるんですか。いや、もともと格闘技やつ。ああ、なるほど。で、私も筋肉なら。あら、素晴らしいわ。じゃあ、じゃあ脱がないで脱がないで。これなの。ちょっとちって。え、最近見えるかな。スキンすごいね。あ、すごいすごいすごい。最近マジで鍛えてる。赤い。原因だって言うんだろう。もうちょっと下いける。いや、もう下はギリギリですね、ここは。早く見に来て。そう、見に来て。ほんと見に来てください。いつもと違う動きを見に来て。いや、すごい貴重映像だよ。今日は平和かな。マジで、本当にちょっと待って、まず思い出した。あ、すごいすごいすごい。あ、そうだね。っていうかね、あのね、スタイル良すぎる。何がどうなの？いや、まだ国際戦闘が、まだ油断だな。ゴリゴリやりたい。もうまだなんか、何でやるんだよ。早く酒飲もう。酒飲もう。そうだよ。あ、乗るんだ。そうだよね、プライベートだよ。完全にプライベートだよ。プライベートだよ。いや、私、寂しいだよね、ちょっとね。どうでしょう。おかしいでしょ、だって。まあ、ならない。パンツは見せないから。そうです。休みの頃、すいません。休憩中でした。アイカちゃん。先生。やべえ、酔っ払ってきた。やばいわ。酔っ払ってきたわ。酔っ払ってきた。全然ダメじゃないですか。酔っ払ってきた。大丈夫かな。もう飲まない方がいいかな。みんなどう思う？余計ダメ。やばい。これバズいっすよ。大丈夫。俺酔っ払ってんのとか超レア映像だよ。お酒が欲しいやつですけど。酔ってるところ見たことないでしょ、みんな。じゃあ、花火一発につき飲むわ。家が1、2、3、4、5、6。もっと飲んだ方がいい。あ、ハイボールください。はい。ハイボールさ、そう。花火が一番大きい。そう、あのね、500円。花火一発につき500円もらえる。ねえ、やばい、花火くれた人マジすごい。いや、花火で成功になっちゃうんですよ。花火。あの、100発とかあるよね。100発とかいただきますね。やばいよ。なんで今日はくれないの？今日は多分みんなね、まどこちゃんにね、メロメロなの。多分ね、花火ちょうだいって言ってみて、花火ちょうだいって。ねえ、まず DM スの100人、101って何や。みんなに花火ちょうだいって言ったらくれるよ、まどこちゃん。花火欲しいんだけどさ。カメラここ。カメラここ。カメラ目線。でも私花火より来てほしいんよ。そうだよね、生でね。そうなんだ。みんなで飲もう。なんかみんなで乾杯。お金いらないから飲みたいっていうことだから。え、なんでさ、みんな来てくれないの。一緒に飲もうよっていう飲みの子だ。みんな飲もうぜ。なかなかいないね。いないっすよね。ね、飲みに来てくれるっていう人は花火を。そして、あの、笑っちった、笑っちった。来てね。嘘、それは本当嘘で。でも私、今ここにいる意味って本当に、だって5時までだから本当に来てほしくて。ね、みんな来てよ。行ってるのに、かます言葉はマジでいらん。うん、いらんいらん。そうか、だって本気で待ってるのに。何が好きなの？ハイボール？ちょっと花火のエフェクトみたいから、みんな花火ちょうだい。
ね、どんな感じなのか、まどかさんに見せたいから、誰か花火ちょうだい。じゃあ、だったら和道さんと一緒に映ってやるよ。じゃあどこでやればいい。こっちこっち、フロントアイス、バン。あ、あ、すみません、バンって何ぞや。あ、そうなんだ、お世話になった。ファンがいるよ。お世話になったって。なんか、その、AV 見て、お世話になりましたって。で、これからお世話になりましたじゃなくて、これからもお世話したいんですよね。お世話したいの、これから。だって私、本当に永遠に出てるから。なりま、なりました。ありがとうございます。ね、これからも。パタさんが、あの、まどかさんで、まどかさんで抜いたんだって。パタさん。パタさん、ありがとう。でもさ、俺のリスナーやっててよかったの？パタさん。さ、パタさんさ、放送見ててなかったらさ、本人から、ね、本人からさ、パタさんありがとうってないもんね。いや、逆にありがとうって、私が本当に怖い。奇跡でしょ。いや、パタさんに向けてのなんか、パタさんに向けてなんかサービスしとったって。パタさん何を見てくれたんだろう。パタさんにサービスしよう。パタさんに。パタさん何を見てくれたんだろう。パタさんはなんか AV 見たんだったよ。何の AV だろう。わかんない。パタさんにじゃあメッセージちょっと一言。あー、待って、これこのパタさんのメッセージ見たい。パタさん、もう帰るの。パタさん行っちゃうみたいな感じでやろうか。パタさん、ベタな感じ。パタさんにメッセージ。でもあの何の作品見てくれたか見たい。あ、そうだね。それは必要だね。ディープの素人101人。いやー、100ものさねえかよって。あ、ディープじゃない。3体じゃない。ディープの、それまとめでしょ。そう、まとめだね。まとめだよ。にわかだこいつ、にわか。いろんな時に売られまくったところ。ねえ、誰か見て見たんでしょ。単体じゃないと。単体じゃないとやっぱそのサービスはできない。そのサービスはできない。マジで。それがリアルで来てもらうしかない。ね、パタさん来て、ほい、今すぐここに来て。二人で話し合うよ。だったら普通にね、こうね、そうだよね。一緒にね、なんかラブラブで感じでね。ね、パタさん、早く来てほしい。ひとみちゃん、ほんとね、ファンを大切にしてる人いない。いや、ほんとにいないと思う、こんなに。来てほしいんだもん、ほんとに。すごい、なんかそういう人がやったら嬉しいよね。いやだってさ、和田さんもそうだもんね。いや、嬉しいっすよ。ファンが来てくるのは嬉しいよ。いや、めちゃめちゃ嬉しいっすよ。だって僕、超ど田舎でリアツ絶対行かない、来ないだろうなっていうとこ、旅配信やってる時に、駅で、夜中の駅にファーって来て、俺ラーメン屋経営してんだけど、もしよかったら泊まるって言って、ラーメン屋で一泊した時、電波少年みたいと思って、お風呂の中で号泣しましたもん、僕。もうね、あれだね、しゃぶっちゃうかな。やばいっすよ、ほんとに。すごい、あの、田舎の、茨城の方かな。やばかったよね、あれね。ワド君って見てたよって。こんなところに来てくれてありがとうっつって。練習ソフトないですか。え、なんで終わっちゃうのよ。ねえ、なんか定番のじゃあ、5時半まで誰か、和田さんのファンとか女の子でも来れば来るんじゃない。ねえ、全然みんな来なよ。ねえ、5時半まで待つ。え、待つ、待つってなんか変な上から目線で言って申し訳ない。俺、沖縄に行くから。はい、さあ、シーサー。いやさあ、さあ、はいさあ、よいさあ、よいさあ、シーサー、いやさあ、さあ、あんなに食べたい。あんたあんたに美味しいよね。あ、今見てる人手上げ、今見てる人手上げてください。出席確認します。あと中間地点の打ち方です。まどかさんが生放送やってって。いや、プロだからね。それはちょっと無理だぞ。今お邪魔してやってるよ。まど、今いい？悪魔のキューピーダメ。今はダメ。いや、キューピーってキューピー。じゃあ、別のリスナー、別ボタンある。でも、今、私生配信とかわからんから、今ここに来て、できる、直接出会ってね、来てくれて、お邪魔して。高橋さんいらっしゃい、奥君いらっしゃい。みんないらっしゃい。これ今手挙げてくれた人読み上げるといいよ。
たかしくん、おっくん、ありがとう。かずみさん、いらっしゃい。ひとみまどかです。俺今酔っ払ってるからさ、コマのキュービー、ごめん。また沖縄の時にして。今でも本当に私、おい、さゆり姉さんいらっしゃい。さゆり、私が言ったとこで、いいいい、言ってあげて。今のって書いてる人は今出てくれてる人。そう、そうなんだけど、あ、しのしのってやつ。そう、ジュンジュンいらっしゃい。今キャスバーズ飲んでるよ。カミキチさんいらっしゃい。みんなコメントして、フォローよろしく。なんか見え、ジュンジュンって名前、ジュンジュン、ジュンジュンが、ジュンジュン、ここにも映ってるよ、ここ。ジュンジュンは完成度高すぎな花火やりたー、花火やりたー、見たかった、花火、これが花火、これで500円もらったの、これ、これすごい、ありがとう、花火ありがとう、カメラありがとう。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 みんな飲もう。ねえねえ、花火マジで嬉しい。花火面白いでしょ。見たかったから。うん、ありがとう。シュンさんありがとうね、花火。うわ、すごい。キャスバーはね、カラスと戦うビル。シュンさんすごい。シュンさんありがとう。やばいんだけど。シュンさんありがとう。ありがとうね。すごい、セレブ、セレブ。初見さんいらっしゃい、フォローよろしく。今ひとみまどかさんと飲んでるよ。しゅんさんがね、もれなくひとみまどかと大丈夫ですか、あなた通称、あはで、ベンキマンさん、ベンキマンさん来た、お来た来た来た、ありがとう、ベンキマンさんありがとう。え、なんかね、これ距離で来れないらしい。ありがとう。花火ありがとう。来て、みんな来て。で、ベンキマンさんは来れないから花火で。来れないから俺に花火だ。ありがとうございます。ありがとうございます。でも待って、私もマリーの意見を言うと、私がベンキマンさんに逆に会いたい。あら。ベンキマン会いたいよってカメラ目線で言ってるね。いや、あ、でもね、さっきのシュンさんもね、仕事中なんだね、やっぱね。あ、今仕事なの。そういうことなんだ。さすがなんで。ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。てか、すごくない？すごい。本当に嬉しい。そういう気持ちでさ、そういうのやってくれてさ。私の花火打ち上げたいわ。バカンって、バカンみたいな。リアルで来たらね。リアルだったら。もうやもしい、やもしい、やべえな俺、ベロンベロンだわ。私もじゃよ、私もベロベロンじゃよ。私はどう思います？多分ね、みんなね、リスナーさんね、あれ、まどかちゃんが普通にこっち一人で配信したら花火やばいと思う。多分10万だ。そんな気でやってない。10万20万稼げる。いや、マジガチ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 、花火止まんないと思うよ。え、だってみんな今何してる？え、何？今多分仕事してる人とか、なんか株とか FX やってたりとか、結構ね、余裕のある人多い。そう、余裕のある人多い。あ、じゃあここに来て株とかやりましょう。私手伝いますんで。いや、みんなね、それじゃあ、普通に、すごいいい給料上げて、僕の秘書になってくださいって多いと思う。あ、そういうんじゃなくて、まず一回、本当にこの楽しい場を一緒に分かち合いたいんですよ、私。だって、和藤さんさ、このスタイルやばいでしょ？やばいっすね。だから本当に飲みたい、乾杯。乾杯しない。なんか来るのがだるいのかな、なんか。インターネットの人は結構その自宅で楽しむとかいう、こう一緒にいる感覚で飲んでるっていうか、今リースティアのスティアだから乾杯、みんな乾杯。待って、今さ冷蔵庫に取りに行って。あ、じゃあ冷蔵庫10秒待つよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2。キューピーさんのじゃあみんな乾杯、乾杯、イエーイ、センサー乾杯、イエーイ、先生乾杯。あ、倒れた。金が30か40あるでって。みんな KP、 まどかちゃんに似てるじゃんって本人だから。そう、ちょっとごめんね、酔っ払って。多分毎日じゃないですね。
まどかさんに似てるじゃなくて本人だから。ああ、それにまどかさん。どうやったらいいんだろう。ごめん、ちょっと今ね、全く全然分かってないのが、まどかさんに似てる。AV 女優に似てる。結構ね、有名な子だからね。そう、瞳まどかさん本人だから。本人だよ、べきだから。本人だよ。どうかな。めっちゃ大好きだって、ファンだって。レギュラゴンっていうのが、まどかさんに似てるって言ってて、いや、本人だよって言ったら、いや、大好きですって。で、待って、ペギラゴン来たらね、一緒に飲めない。ペギラゴン、今、歌舞伎の、うん、歌舞伎のね、縦花ビル。縦花ビルの、キャスバー。キャスバーっていうとこにいるから、本当に一緒に飲みたいです、私。本当に。大ファンなんだって。嬉しい、うん、アダルトオーシャン、ヤギーして、今日は来てほしい。パーティーとニートトップレス、スカート落札できなかったって。あの、悪いけど、俺の仕事だ、それ。気が札できなかったって。あのね、あの、エモジさんね、うん、あの、僕、それの仕事してるんで、言ってければ直で売りますよ。直で売るって、キャッツさんが。ここに来てほしい、みんな。ね、みんなに乗りたいよ。あの、そっちの裏側の端全部しますよ。やっぱあったか。本当に来てほしい。ディープ作品では素人を手入れした、そこが燃えました。ああ、そうそうそう。今、単体女優じゃなくて、あの、そっちの素人手の方が燃えたらしいよ。まあ、でも単体見てほしいもんね、やっぱり ね。まどかちゃんはね、あのね、キカタンぐらいのあの、あれ、さっきのアナル攻め、男を攻める、M を攻めるのがすごいね、やばい。アナル攻め、まあまあまあ、ちょっと偏見持つ人もいるかもしれない。そうそう、それ言った方がいいけど、私は本当に、おとなしく、なんかもう、分かち合いたい。本当です。だから、ここに来てください。もう、あの、抜いてあげたいでしょ。あの、ドライで生かしたいでしょ。そう、ドライで。ドライオーガズム一回もないですよ、僕。一回もないって思うんだけど、私に任せてくださいって思っちゃう。なんか、え、ドライオーガズムありますキャンさん。僕あるんですよ。どんな感じなんですか。あの、本当に、あの、ただ、あの、塩も吹いたことあるし。でもあるんですよ。塩って、おしっこが出るみたいな感じ。あ、そのぐらいの感じです。へぇー。羨ましい。女子のように何度も行ける気持ちよさ。やばいやばいやばい。やばい、やばい。私はもう全力で協力する。まどかちゃんそういうのはね、あの、この人気持ち悪いとか思わない。全然思わない。かわいいと思う、むしろ。来て来て来て、カモン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 。五反田で18歳の頃にアナルは開発されてるんですよ。ああ、そうなんです。だけど超気持ちよかったんだけど、その潮吹きとかない。まあその頃はないと思う。ない。ああ、まあ潮吹きは難しい。風船ありがとう。かわいいでしょ、たかしさん。ひとみまどかさん、ひとみまどかさんで検索したら作品が出てくるから。そうだね、あ、アナルね。アナルってだって女の子で言う G スポットっすよね。あります、前立腺の。ありますよ、ね。でも G スポットより気持ちいい疑惑なんで、私的には。へぇ、男の方がじゃあ気持ちいい。アナル、ロナナで開発作品。いや、本当にそれどころじゃないわ、確かに。で、待って、来てほしい。本当に家近い人、別に何もない。この空間なんで、本当に来てほしいんですよ。風船ありがとう、風船ありがとう。そしたらね、まどかちゃんからいろんな、ね、プライベート、プライベート。話聞けるよ。マジで。うん、今、この場で話して、なんかさ、ここはさ、やっぱさ、あらざ放送だからね。放送だから、まあ、面と向かって話したいっていうのもあるし、うん、で、キャスの方とさ、知り合えなかったら、うん、こういう機会もないから。そうだよね。本当に今日しかないくらい。今度その場行ってみたい。今日でしょ。うん、来て来て、キャスバー、歌舞伎町。来れる人やったら来たら、今、歌舞伎町だよ。かなりいろんな話聞けると思うよ。そうね、乾杯したい。私、本当に、明日、遅い。明日ね、現場なんだけど、現場というか。うん、現場だ。現場でやるんだけど、それこそ生配信なんだけど。へぇー。あ、そうなんだ。へぇー。配信サイズどこ？韓国サイズ。あ、韓国のサイズなんだ。へぇ、まあ、日本でも見れるんだけど。はいはい。韓国が主流っていう。アフリカ TV。 あ、そう、アフリカ。明日アフリカ TV に出演するみたいよ。うん、うん、うん。アフリカ TV の仕事してる、してる、してる、全然してる。なんか知ってる。まあ、それもいろいろ話したいことありますもん。ありますもん。うん、やばい。行ってみて、オー君、来て。キャスバー最高だよ。
来週、あ、そうだ、そうだったね。東京、来週東京来てくれるんだ。おっくん。週。あ、そう言ってほら、来週は沖縄でしょ、ずっと。俺沖縄にいる。あのね、二週、七月の半ば以降だったら、俺毎日ね、まあ、沖縄にいる。来週は沖縄にいる。なんか聞き方じゃない？はい。来週、俺も7月の、半ば以降だったら、はい。あの、それなんですよ、半ばに僕、香川さんのところに行こうと思って。どこ？沖縄から、そのまま大阪行って、香川さんの。ああ、香川のところ行って。どうしようかなと思って。いいじゃん。じゃあ、その後でいいじゃん。その後で大丈夫ですか？全然、全然、全然。了解です。え、それでなんかやる？今日出発だよ。ベロンベロンだよ、俺。え、それで飲み会とかしない？飲み会やるだろ。どこで？あ、だから、あの、そういう。ここで、なんか、うん、ファン交流イベントみたいな。オフ会とかじゃなくて、私ただここに来たい。そう、だから、じゃあ、オフ会って言っても、お金とか何の絡みもなし。楽しめばいい。楽しんで、みんなで飲もうよ。え、それやろうよ。一泊しましょうよ、それ。え、やりましょうよ。だったら7月の。全然全然。ごめん。7月の半ば以降。半ば以降。後半でやりましょうよ。あ、オッケーです、オッケーです。え、それみんなどう？みんな。それでね、みんなでね。ひとみさんと飲みたい人手挙げて。ひとみさんと飲みたい人手挙げて。もしそれだったら俺、7月の半ばにオフ会企画するから。もう、ただ単に、もう、自分たち、自分の飲み会、飲み代だけで。飲み代だけで、で、ひとみさんと一緒に飲める人、ほら、みんな手挙げてるよ。手挙げて。いや、これもこれはね、あの、おかままね。で、来てよ。私も、なんなら勝手に来る。ね、みんなで飲もうよ。はい。全然ね、来て楽しんでるから楽しいじゃん。で、キャスバーみんなで盛り上げようよ。うん、イエーイ。俺キャスバー大好きだからお世話になってるから。そう、私今日初めて来たんだけど、ここ面白いよ。面白い、面白いここ。もっとね、この時間だからそんなに反応が薄いけど、もうちょっと早い。もうちょっとゴールデンタイムだったらバッターンするから。あれする、うん、で、みんな来てよ。どれも来んの？うん、ドルさん呼んだら来ますよ、絶対。ドルさんもう通販なんで1キルか。なんで俺誘わなかったんだよ。毎回来ますから。俺ね、珍しいよね、ドルさんぐらいさ、俺より年上っていないの。はい、この配置会とかね。はい、ドルさん待ってるんで。ほんと珍しい。あれそう、みんな、皆さん飲みましょう。みんな一緒に飲もうよ。みんな7月後半開けといてよ。言った人見てるから。ねえ、寝る寝る、ありがとう。ありがとう、みんな。ありがとう。え、まあ、まあちゃん、本当にそれやろうか。面白いと思うよ。めっちゃ面白いと思う。本当にみんなとここの、うん、あれ、みんなに飲もう。あれなんだけど、ソーセージを食べたい。ソーセージ食べたいの？マドちゃん、ソーセージで、あったの？まだあるよ、あるよ。あ、マスタードがついてなかった。ごめんね、マドちゃん。あ、うん、俺を生で見たい人は、生で見たい人は、見たい人にはできるからね、これね。あー、食べた。さあ、違う。これを生で体感したい人は、オフ会来てください。まだ高い。マジうまい、この茶色いのが。あうん、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 でもね、俺ね、いろんな番組とかやってて、まどかちゃんみたいになんか自分の私利私欲がない人って珍しいの、うん、珍しいですね。すっごい珍しい。そうやってみんなで楽しもうっていう人いないから。でもこの美味しさをみんなに味わってほしいの、私本当に。みんなじゃあ集合しよう、キャスバーに。うん、うん、本当珍しい。お会計しよう。あやかちゃん、まあね、むしろね、ほんとね、嫌な言い方すると、もしかしたらね、ワンチャンあるかもしれない、来たら。やめてよ。ほんとね、ビッチじゃねえかなってすげえ思う。もしかしたらワンチャンあるかもしれない。もしかしたらワンチャン。この業界長いね、俺が言うだから間違いねえと思うよ。もしかしたらワンチャンあるかもしれない。ああ、本当にね、普通に、いや、和藤さんの枠だから、和藤さんしかできないかなって、ねえから。ここはもう大丈夫。普通に、まどかちゃんみたいなタイプは、
あのワンチャンある。ハイボール持ってこーい。ハイボール。ケビー。配信者とかそういうのないから。ケビー。海外のケビー。ケビー。ケビー。バカ丸出し。うん、間違いない。簡単でしょ。待って、私一瞬髪の毛結んだなんかもういいよ、結んで結んで気合入れよ。そうだやべえな、こんな酔っ払ったら初めてかもしんない。いや、187名の皆さん、KP KP ロム線多すぎるだろ、いくらなんだよ。そうだよね、みんな来てるよ。ロム線っていうのはコメント書かないで黙って見てる人。ね、書いてほしい。ねえ、なんか書いてほしいよね。話してるの、ごめんなさい。これ、キャデさんって言って、俺がすごいお世話になってる人ね。そうだ。お仕事、あの、お仕事の関係でね、あの、いろいろお世話になってる。お世話してないんですけど。俺の宿敵のゴロリ、ゴロリの友達だよ。ゴロリの仲間だよ。テキサスだね。じゃあ、ゴロリ許せないのが、あの、捨て頃あったじゃないですか。で、僕、ゴロリさんが、ビール売ってたんですよ。で、隣で物販売ってたんですよ。で、スタッフの人に聞いたら、ゴロリずっと試合中に死ね、ワドを死ね、ワドを死ねって叫んでたよ、とか言って。俺さ、そんないらないね。めっちゃ残っちゃって。捨て頃あったよ。捨て頃ね、もう何回も。飲む準備できたよ。オレンジ散歩してた。そうだな、ちょい、2ケースあるんだけど。あれ、キャストレードを、はい。いろいろ方やったでしょ。はい。俺ね、頼まれてました。マジっすか。キャストルさんが、カメラ回してました。あれでしょ、まゆちゃんだけ、あの女の子が。はいはいはい。うん。あ、かわいい。おでこだと雰囲気変わらない。え、いつも出してるわ。出してる。止まったね。雰囲気全然違う。キャピーン。トンコちゃん中つけてきて。乾杯。ね、私さ、はい、なんかさっきずっと来てる、来るねって言ってるやつら思ってるんちゃう。全然来ないね。うん。あ、来て欲しかったね。ねえ、あ、交流してね、ね、会いたかったよね。そうそうそう、会いたかった、本当に。まあ、こういう機会ないから、あ、嬉しいと思ってた。キャデさん、キャデさんじゃなくて、キャデさん。ね、なんでもいいんだけど、キャデラック乗ってるからキャデっていうだけの。あ、キャデラックなんですか。そう、キャデラック。僕、あの、ランショってバンドが好きなんですよ、パンツさんで。ランショ。あー、で、そう、あの、歌詞の中に出てるんですよ。ブラックコート、ホワイトシュー、ブラックコート、キャデラック。あの、インチさんと違って、インチさんの人はキャデラック昔乗ってたって、俺は話したと思います。これね、ただね、あの、一個前の普通の新車のキャデラックって、なんか、緩い感じのキャデラックだから。ね、飲もうよ。いや、キャデラック最高っすよ。あ、だったら、あの、あれだよ。なんか、PV じゃないけど、トニトンだったら俺、マジっすか、全然合わせる。マジっすか、あの、お願いします、ぜひ。キャデラックはもう憧れっしょ、男の。キャディさん。ケピー。ケピー覚えた。もうそういうの覚えた。そう、すごい歴史だから覚えた。ケピー、ケピーって。メギラコンはもう、あの、まどかさんの大ファンだ。メギラコン？初時間。メギラコンありがとうね。メギラコン。メギラコンの放送だよ、今日は。メギラコンのための放送だよ。ワド応援してくれててありがとう。ありがとう。また8時間前に言うね。マジで消える？ちょっと、それ明日話そう。酒の席でそれはダメだよ、悪魔のキューピー。あ、酒すんない。キラキラ寝てるね。6時までだけど、5時ラストオーダーだから。みんなが来てくれんなら、いつまででも伸ばす。勝手に。ねえ、はい、いらっしゃい、いらっしゃい。来て、本当にもう超ベロベロで。ベロベロ。ハイボールください。ネル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 バラバラじゃない。食べたい。マジで美味しい、この茶色のやつ。どうせいつだろうね。270円。食べてないじゃん。マスタード好きなの？はい。マスタード。
明日ないの？ダメ、今はダメよ。空気読んで。明日ない。明日なんかないよ。今でしょ。今だけ生きてるから、今ここにいるから、お前らも来いや。6時に行って終わりか。6時、まだ行ける。ねるねるねる、フォローよろしく。あ、ねるねるねる。あハイボール、ハイボールありがとうございます。あ、すいません。ノリで、頭が光った原粉で、ありがとう。はい、ねるねるねる、フォローありがとう。フォローありがとう。あかん、楽しもう。まあ、みんなそうやって見てるの。だいたいね、ここに来てたら知ってたら、ね、辛さで知らなかったらよくわからない。よくわからない。なんかマッサージが好きだったんだけど、辛さでびっくりする。だからそうなんだよ。目悪いっすよ。目悪い。あ、ちょっと待って。家で頭が疲れやろ。あ、似合う似合う、かわいい。かわいいかわいい。来ないと思う。早く。似合うじゃん。丸めない。似合う似合う。見えない。お前、笑いそう。何だよ。生放送ね、でもほら、プロの女優さんだから。事務所に所属してる。もうプロだよ。やめろよ。やべえな、酔っ払ったな、まず。まだ酔っ払いたい。感染病だ。乾杯。空気感染がする病気ですよ、これから。こんだけ、どんだけ破れてんの。嘘でしょって。見せよ。時間前くらいから。マジ？何を見て、お前は。そんな、何で休むの。どの面を見て。チャージさん。はい、はい、はい。チャージさん、脳筋の前。いやいや、飲むなら、ありがとう。やべ、こいつ怖い。いや、飲むよ、飲むよ。これは、ねえだけ。もうね、今ね、水飲んだから。やめよ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 。何しようかな。何飲んだの今。私はハイボールです。じゃあ俺もハイボール。ねえねえ、私、拍手のハイボール飲みたいです。拍手。あ、いいですよ。拍手のハイボール。ちょっと待って、ハーパーのハイボール。知らない間に終わっちゃった。もう一回、ハーバーの終わり、ハーバーのプレイ。ハーバーの拍手。ハーラビー。ハーラビー。あ、この人は半端じゃないよね。あ、これすごいよね。すごい、すごい、すごい。このね、この特命さんってやばい。あ、ごめんなさい。ありがとう。あのね、超有名ハーラさん。やばい、ハーラちゃん。花火ありがとう。花火ありがとう。やばい、この人やばい。見えないもん。花火の花火。だってこの人さ、あのね、一個ね、だから千円なの。花火って。で、この人ね、十発しか打ちた。あのね、かける十っていう十発の花火打ったりする。やばいな。だからもう1万円をその場でボンって投げて、俺に5000円入ってくるから、放送やって1人5000円になる。それがもうバン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 、ずそういうことずっとするじゃん。花火師じゃないちょっとね、すごい、本当に引くぐらい。花火ありがとう。ありがとう。マジやばいから。和田さん、説明してあげて、あの、この人が誰だっていうの。ひとみまどかさんでーす。エブジョです。セクシー女優さんでーす。花火ありがとう、来たら待ってたー。止まらないよー、止まらないよー。花火、おー、花火ありがとう。やばいですよ、この人。花火ありがとう。この人ね、これ見ててやばいの。そう。ボンボンほらほらしてきてよ。花火ありがとう。すげえ。覚えて、この人、覚えて。花火ありがとう。花火ありがとう。
え、やばいやばいやばい、待って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 、30分で10万稼ぐ人とかもいるし、ちょっとあ、ハルミありがとう、ハルミ、ケビーおいしいの渡さないよ。だけど、まどちゃん、覚えて、この人。やばいから。アラビさん、ありがとう。本人を見たい。会いたいよね、会いたくなる。会いたいよね。やばい、やばい、だってやばい。だから、あの、株とか FX とかでパソコンでずっとやってる、おじさん商社の人とかいっぱいいるのよ。あそんな大富豪は。ありがとう、花火乾杯。花火よりじゃあ会いに来てよ、今度 FX やる、会いに来たよ。そうそう、ねえ、会いに来てほしいよね。そう、でもさ、そういう会とか挑む理由分からんだけどさ、この人のすごいところって別に男でもないよ、関係なく楽しいところに来る人は面白いところにバンバン投げる、バンバン行くっていう。ありがとうございます。だから、ね、私の純粋な気持ちは、うん、サラの花火師さんに会いたいわけ。ああ、だからそう、伝わるよ、そういうの言ったら。言った方がいい、言った方がいい。カンちゃんをアピールした方がいい。アピールした方がいい。カンちゃんを伝えたいから、どこであなたに会いに行くか。そう、花火さん、どこで会いますか。それ、花火さんを続くのって珍しいと思う。そう。だから言ったもんね。言った方がいい、どうぞ。今言った、言った。会いたいよって。会いたい、うん。もうパソコンいちいちしてないで、ここに集中してよ。生がいいよ、生が。何でも生がいいですよ。間違いない。どうですか？徳明さん、ありがとうございます。徳明さん、すごいよ。嬉しい、やばい。え、黒いっちゃん。そう、こうやって、この人ってすごい盛り上がってくれるよ。そう、盛り上がってるところにバンバン、ね。そう、なんかさ、ちょっとあれするときにちっちゃな空気読んで、そこが盛り上がるように。今だったらさ、ちょっとまあ、みんな、ね、いろんな人が花火打ってくれたけど、それで、まあ、終わるかなっていうときに、ポンってやってくれるのよ。すごいなと思う。なかなかできないよ、そんな。まどちゃん、あの、ここエロ系ダメだからね。でも、軽いのは大丈夫、軽いのは。なんか一人しか、はい。あれ、もうパスワード書いて熱いんで。まどちゃんに質問タイムにしましょう。じゃあ、欲しい。何でも今の答えられる。そう、今から答えられるから。何でも、私を知らない人もなんか AV 女優としても質問を欲しいです。 あとさ、ほら、ツイッター、ツイッターとかフォローとか今してくれば多分、ね、フォロワーするしてくれるよね。もうぜひ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 、あの、今日あの、フォローしてくれる人はフォロワーで、ね、あ、あれ、今、ゴズだとして、いや、来て、いいじゃん、今日一日ぐらいの。そうですね、フォローしてくれる人がいたら、フォロワーする。なんか、コメントに残してほしいです。あ、そうだね。フォローとかじゃなくて、すごい私の気づかないから。じゃあ、いいねとかその辺のさ、あのね、いや、フォロワーしてもらうのに。フォロワー、するんだけど、あの、ただ単にフォローするんじゃなくて、いいねとかしてくれば。じゃあ、今、ひとみまどかさんのフォローをツイートして、フォローしてくれた人には、一人一人読み上げよう。ね、そうだ、ね。そうそう。誰々フォローありがとうって言おう。絶対フォロワーする。そう。フォロワーっていうか、人の人だと。いいよ。ちょっと待って、ひとみまどか、ひとみまどかで検索して。自分が知らなかったんだ。何だってお前は。いや、嬉しいと思うよ、俺。嬉しいよ、これ。マドちゃんからフォロワーされたら、俺は知ってほしいよ。ぶっちゃけね。ひとみまどかでフォローしてください。仕事一緒にしてるのにしてもらってないから。ストじゃん、ストじゃん。あ、さっきね、やっとじゃん。だって、そのくらいわかんないってこと。皆さん、瞳窓かでフォローしてください。俺はレアだよ、みんな。携帯瞳窓か。これ誰？どれだろう、これかな。これで合ってる？ちょっと待って、窓かさん、携帯が。これ違うの？これじゃない、どれ？これ窓から出てこない。
ちょっと、これだ、携帯、これじゃないよ。あ、いやいや、携帯、充電してますよ。あ、充電してない。あ、じゃあ、ちょっと、OK。みんな、ひとみまどかで検索してください。ちょっとごめんなさい。なんか、もう、めっちゃ可愛い。ひとみまどか、ひとみまどかでフォローしてください、皆さん。うれしい。アカウント。アカウントは、アカウント今書くよ、俺。みんなフォローして。やばい、おかわり。なんかみんな上げてる方が好き。どっち？上げて、アップの髪型と髪下ろしてる方どっちが好き？じゃあ、アットマーク。アットマーク。ちょっと待って。アットマーク。何日か放置したの？何日か放置したの？歌わないのか？そういう店なの？あれ？あ、これ誰だ？え、私さ、あれ持ってないね。今充電してとかって言われたの。そうだよね。で、電話かけて。これでさ、アットマーク瞳まどかです。さっき再起動したのは出てますけど。みんなフォローよろしく。電話かけていただいて。みんなよろしく。電話って普通に電話かける。あ、よく。音切りますか？なったら。あ、そうかな。じゃあ、これ映して、これ。さっきからはい。なってます？フォローありがとう。ベイガノをフォローしてくれた。今なってる。この下に、ソファーの下に私の携帯がある。わかりました。居場所さえわかれば。もうわかる。ちょっとずれよう。今ね、携帯が。ちょっともうこれ。ごめん。よいしょ。あ、これだ。あ、ありがとう。あ、下敷きになってた感じね。そう、ありがとう。よかったです。はい、いいアディラスさん、アディラス好きやろ。なんか、アディラス商品見たらこれが可愛くて、これ買った。へぇ、携帯があってよかった。なんで今、ベギラゴンをフォローしてくれたってよ。ありがとう、ね、ベギラゴン、ベギラゴンフォローありがとうって。ベギラゴン、お母さんありがとう。ベギラの一生の思い出になるでしょ、この。ベギラの一生の思い出でしょ、これ。待って、私が今フォローしたいから思い出にしてほしいけど。ねえ。ちょっと前前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 。私あれやるわ。そんなこと言ってない。申し込むやつ。なんでイライラする？え、だってさ、すぐにできないとさ、あ、わかるわかる。Twitter のアプリ入れてないの？入れてるよ。入れてる？これなんだけど、これが出ないんかな。うん。もう1ギガ追加みたいな。花火ありがとう。花火ありがとう。ドーン。まぐれめ。いや、私今1ギガ追加してツイッターすぐ見るからちょっと待ってね。違います、違います、違います。なんで俺、飲めれば飲むほど顔が白くなるタイプなんだよ。気まぐれです。あ、ケビーだね。ケビーまだみんな飲める。飲めば飲むほど顔が白くなっていくから。 LINE？今日しかないからっていうことかな。はい、フォローありがとう。待って、フォローした人さ、ちょっと待って。全画面私さ、すぐやりたいんだけどさ、追加しないとできんもんね。ちょ、前々のほうが見せてもらわないから。ちょっと待ってください。せん。え、やばい。チャンネル登録。昨日まで使えてたんだけど。今日使えない。違う。それで登録済み。どうして？本当？iPhone の一番新しい。採用。ベイビー。私、今さ、赤い。いや。
ニコニコじゃないんですか。そうです
ね、だよね、さっき言ったの。まあ、別にこの人じゃないんで、見てくれる人が一人でも増えるんだから。朝までに増えそうなのね。朝仕事じゃない。めっちゃ変わるから、めっちゃ魅力あるから、すっごい面白いと思う。私、休みっていうのに、さっき休みの人。あの子、すっごい魅力ある。どんな感じなの？多分、まあ、そういうのもね、なくしていいと思う。あの、なんだろう。あの格好ができて、なんか、そう、色気もあるじゃん。あれね。あれは多分、計算してやってるから。あれは、この子ね、この子ね、ガチの知り合いだよ。あの、多分、プライベート。あ、に出演されるみたいよ。聞こえてる？誰よりも ね、ここのね、カメラマンやってるの。え、この子知ってるんですけど。え、最近ふわっちよくやってますよね。オナのところ。はい。で、これ俺のリアルチューブ。知ってるんですけど。あの、はい。あの、うなが嬉しそうにこうやってこう、はいはい、ずっと連絡して、なんか、うなちゃんとあれしてんのっていう、はいはいはい。ぐらいのして。はいはいはい。あの、えまたこんなことないでしょ。いろいろ知らなくて、いくらでもあるかなっていう。全く、あの、完全なプライベート。全然、ありがとう。ひとみさんのフォローしたってやついた。全然、全然だって。私今ね、充電中でね、ジュンジュンありがとうって言って、ジュンジュン、おジュンジュンありがとう。あんなもんで返さ、私フォローとかで仕返すんだけど、なんか教えてほしい、アイコンの目印とか、ジュンジュンとかね、ジュンジュンありがとう。加藤さん、これ宣伝してもらっていい？いいっすよ、いいっすよ。長女とロックっていうこのサイトなんですけど、ここ僕、あの、関東の、あの、写真、あの、カメラマンになってるんですよ。ボランティアでやってるんだけど、なんかいろんなことをやりたいような、その、宣伝したい女の子がいたら、全然僕は写真撮るんで。別にもうほんとチャラッと、もうチャラッと撮るだけ。でですね、皆さん、今すぐですね、美少女ロックで検索してください。美少女ロックで。そうするとですね、キャデさんがカメラマンをやってる、あの、美少女を撮影してる、美少女ロック。何やねんこの女。美少女ロックで今すぐ検索してください。で、あの、もし、あの、私もカメラマンで撮ってもらいたいなと思う人がいたら、ぜひ連絡ください。美少女ロック。もし一緒に撮ってもらいたい。面白いのが、やめてやめて、可愛い女の子が、ロック系の女の子が、そう、ほらね、この子ね、フワッチでやってるの、あの、ウナのとこにリアトスした、ウナにリアトスした女の子が、ガチ俺のリアトスした女の子が、生々しい話だけど、生々しい話だけど、あの、ウナにリアトスした女の子とかが、あの、美少女ロックに載ってますので、ぜひ検索してみてください。はい、僕の知り合いです。よ、ヨコちゃん、フワッチやってますよね。あざーす。皆さんよろしく。ありがとうございます。いい。でもね、これね、今度ね、多分ね、ひなりちゃんとかつぶたんとか全員乗ってる。結構ガチだよ。っていうか、もう、俺、違うんですよ。柏木と、柏木は俺、本当に年齢下で、本当に才能のある名前の人だ。あ、そうだね。何なんでやらそう。いや、やらそうぜ。いや、やったほうがいい、やったほうがいい。なんでよ。え、に、マジ？いや、マジです。全然言わないでしょ。すごい。やばい、書かれてる、書かれてる。何よ、何の罰ゲームで何を書かれてる。やばいね。長いな。わっと、達筆かよ。達筆かよ。なんでこうなったの？なんでこうなったの？流れが。ボードだけラストだった。飲み放題でちょうどキリが悪いので。ハイボール。あ、飲み放題でちょうどキリが悪いので、そのまま。一杯まで。
カリスマフードガラスソーダ。私、一気が追加して、3その人だったら大丈夫ですか。はい、じゃあ飲み物はもう6時まで大丈夫です。いただきます。どうやったらいいんだろう。本当ね、フォロワーで、なんとかさんから来ましたって来てくれてる。すごくない？憧れの AV 女優の鉄筋女優からフォローバックするからね、今から。ありがとう。順次フォローバックします。順次フォローバックしますよ。順次見てる。順次見てる。フォローバックします。おじゅんちゃん、あとフォローバックしてほしい人誰？この人もフォローバックしようか。真鍋カムイさん、真鍋カムイさんフォローバックします。フォローバックしてほしい人手挙げて。フォローバックしてほしい人、おじゅんちゃん、カムイさん、ありがとう。フォローバックしてほしい人手挙げてね。アフリカでやって、そう、明日ね、順次フォローバックされたよ。明日10時か、夜の10時からアフリカで。すごいな、すごいよ、奇跡だよ、奇跡ね。え、嬉しい。画面上にいたよ。結構前の話になっちゃった。すごいよこれ。嬉しい。ね、私の携帯はあなたがいじってる。本当の不思議さやばい。すごいよね、やっぱり。なかなかないよ。嬉しい。本当に私こういうの本当にやんないから。本当にやんないよね。やんない。カヌイさんフォロー、カズミさん、カズミさんのフォロワーのネーム、カズミさんもフォローバックしてあげていい？カズミさん。どこに合ってるの？カズミさんの名前、ツイッター名がわかんないから、ツイッター名教えて。順々フォロワー、嬉しいでしょ、カムイさん。あ、ベギラゴン。ベギラゴンは名前何人やってる？あ、ツイッター名が違うとわかんないよ。あ、でも、学ぶブログ。花火ありがとう。花火ありがとう。嬉しい。みんなツイッター名と小手半が違かったらわかんないから、ねるねるねるフォローしていい？ねるねるねる。私認識してんねん、どういう人かとか。ベギラゴン、ベギラゴンフォローされてないよ。ベギラゴンフォローされてない。誰か誰ですよ。わかんないよね。ベギラゴンだよね。ベギラゴンフォロー、ベギラゴンっていう言葉ないよ。ベギラゴンどこだろう。ベギラゴンっていう言葉ではツイッターフォローされてません。ベギラゴン、ベギラゴンないよ、ベギラゴンないよ。ベギラゴンだぜ。分かりづらいのは、あとカズ、カズ、カズさんフォローしようか。はい、カズフォローしました。カズフォローしました。カズフォローしたよ。カズフォローして、花火2つありがとう。今日沖縄だよ。ベギラゴンないよ。ベギラゴンって名前でフォローされてないよ。ベギラゴンさん見つけたいのに。幸せだって、嬉しいって。本当に。うん。カメラ撮って、カメラ撮って。私も超嬉しい。なんかもう本当にいつ出会えるんだろうって。フォローしてない人はダメだよ。フォローしてる人限定。皆さん、フォローしてください。瞳まどかさんでフォローしてください。ベギラゴンないよ。酔っ払ってるからね、俺も。私は、かなり前にフォローしてるんだ。じゃあ、出てこないな。なんでベギラゴンはかなり前にフォローしてるんだけど。じゃあ、ベギラゴン。ベギラゴン、フォロー外してフォローして。いいんでした、写真いいんでした。オッケーオッケー。すごいね。ベギラゴン、メッセージ書いて、メッセージリツイートして。でも、もし朝起きたら、ちゃんとみんなのちゃんとしてくれたやつは返すから、ちゃんと。そうだね、オッケー。今、こうやってさ、こんなことないよ、こんなファンサービスないよ。レナーとホストラ、オッケー。フォローしてくれた、フォローさせてくれた。写真いいね、レナーとホストラはないね。フォローされてないですね。あ、今飲み込みよ、みんな。飲
みんな飲もうぜ。うまいもんね。みんな可愛いな。じゃあフォローしてくれる人にフォローバックキャンペーンだから。そう、今あ、ビギラオン来た、ビギラオン、はい、ビギラオンフォロー、ビギラオンおめでとう、ビギラオンフォローです。ビギラオンさん、ありがとうって言って、ビギラオン、よかったね、ビギラオン、よかったね。オッケー、終わり。はい、オッケー。あ、一緒のやつ見て、見えた。ビギラゴンさんの。これがビギラゴン。今見てる人、リスナーさん。ありがとう。好きだって。よかったね。こんなことないぞ。こんなファンサービスないよ、みんな。嬉しい。私もすごい嬉しい。ねえ、ファン多いね、すごい。いやいや、おかげさまで。すごいよ、だってみんなさ、みんな知ってるもん、みんな有名だ。これからも頑張ろうっていう気持ちが、頑張って応援してろ。花火ありがとう、ケビン、花火ありがとう。ね、これってさっきの人？これはね、別の人かもしれない。6時以降飲むかどうかわかんない。あ、今日 DVD 買って、今日 DVD、 おすすめのタイトル言って。おすすめは絶対的美少女、絶対的ビタミンマドカ、絶対的美少女、ビタミンマドカ。自分が恥ずかしくなった。え、ネーブルどこ、嘘、あーは、あーなんだっけ、と動画載せていい、忘れちゃった。絶対的美少女、瞳まどかで検索してください。花火ありがとう、ういー、ベギラコンありがとう、ありがとう、よかったね。ベギラコンはずっとファンだったんだって、ずっとファンだったんだって。で、ツイッターでもおしゃべりしましょうね。ね、ツイッターでお願いします。よかったね、ベギラコン、俺も嬉しいよ。ベギラコンありがとう、今まで応援してくれて、ベギラコンおめでとう。ベギラゴン超嬉しいよ。新宿にいるよ。ね、新宿でね、また飲もうね、ベギラゴン一緒。ねみんな一緒に飲もう。飲みたい。まだおすすめの DVD はね、やっぱり。あとは。何本 DVD 出てるの？だって。ああ。DVD の本数。本数は300本以内。30本以内ぐらいです。いやね。その中で、300本の中で一番おすすめの DVD、 自分の DVD。 まあ、ジャンルに、何が好きじゃん、どういうジャンルが好きって。瞳まどかで検索して、みんな瞳まどかでお気に入りのタイトルダウンロードしたり買ったり、割と何でも、あの、妹から、妹系から、お姉ちゃん、お兄ちゃん全身見せてえな、ここに立って、これ見えるかな、大丈夫。全身見たい人は、はい、サービスショットだよ。ひとみまどかさんです。かわいいでしょ、ひとみまどかさん。みんなよろしくね、ひとみまどかさん。サービスショット、サービスショット、サービスショット。ひとみまどかで検索してください、皆さん。ひとみまどかで、ありがとう、まどかさん、おいで、まどかさん、ありがとう、おいで。俺出てどうする、いいんじゃない、この話じゃない、あのキャスバーにはこういうね、汚ねえおっさんじゃなくても若いね、いいのもいるんだぞっていう。いや、この人も何もしろ、いろいろやってる、上もやってる、いろいろやってる。おしゃれですね。よろしくお願いします。さっきあそこで寝てたよ、寝てました、ぐっすりいただきました、ついに。放送、生主さんですか？あの、もともと生主やってて、今は YouTube やってる。へぇー。YouTube の名前なんで検索したんですか？勇者さんで、ひらがなで検索してくれる。ひらがなで勇者さんで検索してください、皆さん。勇者さんはここに。何この演技広がってるの？勇者さん、何系の YouTube 投稿してるんですか？やってみた系なんですよ。基本的に、自分がこれやったら面白いじゃないかって思ってることをやるみたいな感じでやってる。え、なに？今まで一番自信作は？自信作？これ、千葉の九十九里浜わかります？わかります？あ、そうなの？近いですね。
そこに俺何の情報もなしに耳栓と目隠しをして、何も知らずに復讐クリーナーまで降ろされて、そこから自宅まで帰れるかっていう。自宅は新宿からまた乗り換えして30分ぐらい。この辺のところ。まあ九州浜から歩かせるか。いやもうほとんど立ち上げる。頑張ってこうやってます。それがため一番の状態。結構体張ってる系の。体張りましたよ。体張ってる系の。ああ、何言ってるの？上がってる。そうです。あ、もういい、めちゃくちゃ。見てください、どうぞ、みんな見てね、勇者って言ってください。勇者さん、ひらがなで勇者さん、ひらがなで勇者さんで検索してください。100倍よく来るんですか？いやもう週2ぐらいで来てます。結構来てる、結構来てる。ここにめっちゃ金落としてる。ミンスさんと仲良くて、これがさっきニコ生時代によくお世話になってたんで。誰誰、ミンスさんに。あー、お世話になってたよ。オーナーに、オーナーに。うん、サワサワしてあげてーだろ。僕が間違ったサワサワ、サワサワしてサワサワ、あんまり言えない。俺がこっちだった。あー、ハイボールこっちだった。あー、エロ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 。必殺技なんだろ、自分の得意技は。私、フェラーが大好きなんで。フェラーが好きなんだ。もうひたすらできる。もうこの自分の指ですら100回が。やばやば。ちょっと童貞には刺激が強すぎます。童貞には刺激が、童貞には刺激が強すぎます。フォローしてくれだって。飲み物待機します。何がちょっもったいないけど。フォローありがとう。まだまだまだ許せないよ。ありがとう。キラリキラリ、タイミューさん。やべえ、酔っ払ったマジで。俺もハドンさん、みんなさ、食べたい。私めちゃくちゃ食べられるニコ生、何の時に来てんの？橋本事件、それとも橋本事件、叫ぶ事件。めちゃくちゃボロカスにされてたもん。電波少年みたいな範囲。気づいたらふわっちの話。じゃあ分かった。橋本事件を知ってる、ね、勇者様に俺ステッカープレゼントしていいですか。実際さ、ステッカーほんと販売なんだけど、欲しい。橋本事件を知ってるんだったら、もうこれヘビーリスナーだから、ステッカープレゼントさせてください。むしろ今は知らないですよ俺。今ふわっちやってるから、見て。ふわっちをフォローして。分かりました。ちょっとこれ YouTube のネタにもしてよ。これ2枚、これワードって書いてある。2枚、勇者様に、YouTuber の勇者様にプレゼントします。ありがとうございます。あー、すごい、ちょうどいい。花火ありがとう、花火ありがとう。これもっとよかったら誰かに貼って。ありがとう。俺も使ってたから。やばい、どこに貼ったらいいかな。なんか、なんか、なんか、あんた、わかりました。え、嬉しい、ありがとう。私、携帯に貼って。これ、お気に入り、すごい。私、赤が好きだから。赤好きよ。そう、赤大好き。え、何で貼るの？え、ありがとう。YouTube でなんか面白い人だったらフォローも誘ってよ。あ、本当ですか？俺、スワッチのプロフィールに LINE とか書いてあるから。はいはい。いや、そう、誘って。いいですか？いや、じゃあ、考えますよ。なんか、面白くなっちゃった。 LINE とか。え、私誘ってよ。余裕で。気軽に誘える人って言ってたんですよ、この人たち。マロちゃん誘うの？いや、だって言えば言える。YouTube とか見るの？まずかった。え、見ます見ます。さあ飲みたまえ、この高級なお酒を。あー、羨ましい。誰だ。いや、マジで高級です。バターとか、カキとか、カキとか、水たまりボンボとか。私、好きな YouTuber がいて。誰？チョコレートスモーカー。あー、ジョンレド。チョコレートスモーカー。これですね、これですね。これです。ジョンレドが大好き。ワロさん、どういうこと？ワロさん、どういうこと？なんかチョコレートスモーカー。チョコレートスモーカーズのファンだ。チョコレートスモーカーズ。最近の。そうですね、最近か。もともとツイッターの動画とかで有名だった人が、始めてみたいな。めったに。なんか、動画自体のオチはないんだけど、どうしたんだ？見ちゃう。何回か見てしまう。一人の
すごいなんだろう。独特なんですよ。そうそうで、みちゃんみちゃんみたいな。めっちゃ癖になるキャラクターですよ。本当に、ユーにも奇妙なみたいな感じ。ね、YouTube はさ、ユーシャさんはさ、どれくらいの、はい、どれくらいなんか目指してんの、なんか YouTuber の目指してるの。やっぱり、YouTube に一本で消えるようになる。YouTube、いくらぐらいするんやん。今、俺ちなみに今、はいはい、俺ちなみに今、みんな飲みなで、で、フランス君にが40万円。まだ1万ちょっとぐらい。おー、いいじゃん、いいじゃん、頑張ってるじゃん。初めて2ヶ月ぐらい。ぶっちゃけ痩せていい1万でしょ。250人チャンネル登録、チャンネル登録は1000人来そうぐらい。おー、コラボコラボやろうよ。チャンネル登録1000人いるんだったらコラボやろう。俺全然誘ってくれたら本当にやるから、本当にやるから。いや、なんか一緒にやろう。そう、俺 YouTube のチャンネルの670人ぐらいは、やべ、1000人目指してるから。あ、それ、これはすごいよ。で、フワッチ、わかる？わかります、わかります。フワッチで、LINE とか書いてあったら、あの、お祝いを書いてあるから、連絡ちょうだい。人間のもの。動画やろうよ、それ。なりましょう。お願いします。コラボしよう。俺、あと8人いれば、1000人いく。おぉ。みんな、勇者様、勇者様、チャンネル登録して。お願いします。携帯でさ、あと8人だったら余裕で行くぞ。え、どっちほどの。どうも、携帯。あと何だよ、あと今何だよ。こっちおいで、こっちおいで。このセクシーの、こっちおいで。セクシーの外。おいで。これはまずキャバクラ2丁目。でもね、あっち行って、セクシーだから。はい、じゃあ、まずこの。いいよ、いいよ。安い教育を。画面外で。ねえ、あと8人ぐらい余裕だよ。今1000人いくでしょ。ねえねえ、お酒飲もうよ。お酒飲もう。何飲む？飲むよ、よく分かる。お会計したばっかりやね。お酒飲もうぜ。お酒飲もうぜ。ほら、あと8人なんです。あと8人、みんな勇者様で検索して。勇者様でやろ。ちょうどあと8人なんです。あと8人で1000人いくから、みんな今日記念日。勇者、なんで検索？勇者さん。平仮名で勇者さん。平仮名で勇者さん。勇者さんでチャンネル登録。記念日、記念日、記念日。記念日。みんな1000人したから、あと8人だから。あと8人。コラボやろう、コラボ。おい、これ何ですか？家がうまいっす。あー、なるほど。ドイツの薬用用メッシュ。めっちゃ薬。体に、体に。体に。近寄りにならないから。なるほど。勇者さんで検索してください、皆さん。勇者さんで。ぜひお願いします。勇者さんで、チャンネル登録忘れないで、チャンネル登録。YouTube で勇者さん。ひらがなで勇者さんね。チャンネル登録必要なのかな。チャンネル登録必要だよ。チャンネル登録してこ。よいしょ。はい、たくみさん、ワード2。たくみさん、ウィー。何本生クリーン MG? え、これ今だよ、リアルタイム。100円のコンサートキスしてだって100円のコンサートめてだろ。ユーチャさんとワゾンとどっちだったらできる。マジで。それはこの2人だったらどっち、どっち若い男にキスして。若い男に一回目を見てほしい。100年の孤独飲むって熱いわ。大変ですよ。全然ないけど、ありえない。先に飲めないんだって分かった。ちょっと待って、カメラ。めっちゃ高い。めっちゃ高い。入らない。はい、チューチュー、キッス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 弾幕よろしくお願いします。ボトルじゃなくて、いや、これ一杯緊張するな。いや、これマジで私、ラインしてないかも。だっていいよ、いいよ、噛まない、全然。なんか、邪魔なのが見えてない。目つぶったよ。僕らもっとリスがいいかも。照れる、すっごい照れるんだけど、みんな見てくれてるの？みんな見てる？みんな見てる？ね、見てさ、奇跡のキス見たい。奇跡のミス見たい。奇跡の。早く阻止しに来てよ。よしじゃない、よしじゃない。何？アイロンみたいな。全然できなかった。ほら、あれ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 
大丈夫だ。あれ大丈夫だ。あーやばいわー、やばいわー。わかる、わかりる、わかりる。これがあの配信者で、配信者で、これが配信会ですよ。これが今配信会ですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。もう僕は今日死んでもいいです。僕は今日死んでもいいです。僕は444ってどういう意味？死ね死ね死ねっていう。あ、私4っていう数字が一番好き。本気で。これは死ねって意味です。これは死ねって意味です。4っていう殺すぞ、殺すぞっていう。面白いチャンスよ。いやもうディープな、ディープな、がっつりしてます。ディープなね。でもさ、ディープなね。あれ今何飲んでるの？なんか来てほしい。じゃあ、じゃあ来いよ。じゃあ一緒に酒飲もうよって、腹割って話そうよ。そう、なんか普通にこういう関係じゃなくて、お友達と飲みたかったなっていうのもある。いや、いいよ。今日はパーリーないだよ、パーリーは。あと、あと30分以内で。ヘビーに。あ、増えた？チャンネル登録。あれ、増えねえ。チャンネル登録、勇者様で検索してね。ひらがなで勇者様。勇者さん。勇者さん。勇者さん。みんなチャンネル登録して、つまんなかったらバットボタン押していいから。勇者さんだ、勇者さん。ただコラボ待ってるよ、マジで。コラボ、じゃあ本当に企画考えますね。コラボちょっとなんか面白いの、バッチリ面白いの考えて。何人増えた？3人増えました。3人増えた。あと5人、あと5人、あと5人、あと5人。誰か5人勇者さんで検索して YouTube で、あのチャンネル登録。あと5人、1000人だもんね。1000人、1000人やったらスーパーチャットも使えるもんね。そうなの？スーパーチャットも使える。みんな勇者さんでチャンネル検索して YouTube チャンネル登録してください。お願いします。よろしく。沖縄大丈夫かな？ちょっと不安だよね。ちょっと不安。勇者さん登録してよ。だってカムイさん。あ、ありがとうございます、カムイさん。カムイさんね。カムイさん、ありがとう。6時までだね。ね、あと30分だから早く。そうだよね、早く来ないとね。それやらん。ソロさん、マネージャー、たくみさん、たくみさん、たくみさん、ありがとうございます。たくみさん、ありがとう。くだらないことやってるんですけど、結構面白いと思うんでよろしくお願いします。ねえ、ダンスやろうか。ダンスやろうよ。ダンスやろう。あいつ俺に頭甘いから。勝負しよう。ねえ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 、今からさ、ダンス行こう。今からダンスバー行こう。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 ダンス好きやん。これマジでできる。そこら辺の女より当てれる。マジでマジでマジでゴミみてな。あーみんなね、ダンスやろ、ダンスやろ。ダメ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 。あーなんでシャレにならない。マジシャレにならない。ちょっと今なんだよ。今日のキャストバーは本当騒がしい。今日は神、まあ毎日こんな感じだよ。楽しい。マジに楽しいですよ、キャストバー。バトさんもめっちゃ来てます。でもさ、普通のバーの料金でセクシー女優とか会えるとかないよね。ないですし、だってセクシー女優さんと飲むの3万4万1時間とかかかるよ。ありえないじゃん。セクシー女優さん専用のなんかバーみたいなのありますか？あるあるある。ああいうところめちゃくちゃ高いです。高いよ、1時間3万とかするの。先生すいません、はい、でもあちらのお客様システムですいません、キャスバーのものでございますけれども、あちらのお客様システムなのでですね。超なんで僕ですか？え、これ誰からいただいたんですか？名前を教えて。ああ、それは言えないんですよ。名前、匿名さん、匿名さんからいただきました。これ飲んだ方がいいですか？飲んだ方がいいか、ちょっとアンケート取りたいんで。あ、イエスか。従業員です。従業員の方からいただきました。あ、従業員じゃない、山津さん。山津さん持ってきただけです。山津さんトップだから。
ヤマトさん、ヤマトさん配信者で有名な人だよ、ヤマトさんは。まあ、ニコニコバタリーですから最近ではあんまりやってないからね。飲んだ方がいい、KP。 じゃあ、いただきます。これ何て言うの？これは、まあ、ちょっとミント系のお酒ですけどね。ミント系の。いただきます、KP。 なんか俺に欲しいやーって言ったら、何でできないやつだよ。見せてよ。面白いな。ダーツ行こうな。マイダーツ持ってないのにできちゃう。これはまずいって。これ何パーツ？九。いや。マイダーツは。私がまだ一個やから。下手なに少なさがあるから。マイダーツがハウスを。ハウスでとどめ。ハウスで。今のログをしたい。マジでこれまずいって。山さんこれまずいって。これはまずい。火がつくレベルです。火が。95%じゃん。96%。やばこれ。しかもねミントとかクソまずいリキュール混ぜやがった。ゴミみたいな。ゴミだよこれ、ゴミ。ゴミです。ゴミ。ゴミ。ゴミですね、これは。やばい、聞いた。とどめだ。今日は、みんな珍しいよ。3年ぶりぐらいにベロンベロン配信だよ、ベロンベロン配信。さっきキュウリしてたから。ダーツ行こう、ダーツ行こう。ダーツ行こうって。ダーツ行こう。山本さんも行くでしょ。山本さん行きますよ。行くでしょ。行くでしょ。来れる人みんなで行こう。来れる人みんなで行きます。やば。ミントのゴミみたいな味。ミントのきついのに 96% テキーラ。よかったですもんね、あれ。山本さん定期的にまずいをすぎた。ほんま分かりませんよ。俺結構行くたびに出すんですよ。マリーでね。みんな放送見たいの。放送見たい人手挙げて。もうここで今日は綺麗っていう人は手挙げ、まだ見たいっていう人は手挙げ、それは大事です。アンケートは大事です。アンケート、アンケート、まだ見たい人手挙げね。まあ、のかへか、のかへで、のでへか、これで決まるわけ。のかへ練習してるから。でも和道さんの今日の放送はね、事故率が高いですから。今後は、今後はね、俺酔っ払わないもん普段。手が多いことを願ってはいますけど。そんな俺の顔だよ。だってやだよ。キャデさんと絡むと大体こうなるから。なんでキャデさん飲みなさい。ノーだけやめて。ノーやめて。やめてって。ノーだ、ノーやめて。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 オッケーオッケー。ノーやめてください。じゃあみんな行くぞ、みんな行くぞ。歌舞伎町を見せてやるよ。歌舞伎、まあ、みんな遊ぶよ。みんな遊ぶよ。はい、歌舞伎町行くよ。のしかないってことはもうどうしますか。行けますか。行けますか。ね、山本さん、みんなキャスバーだよ。キャスバーよろしく。今歌舞伎町で一番熱い店キャスバーだから。よろしくお願いします。キャスバーね。キャスバーみんな飲みて。キャスバーやばいからね。営業妨害、営業妨害、営業妨害。キャスバー、みんな来られた人、東京に遊びに来たらみんなキャスバーと覚えてて。配信が好きでキャスバー来ないのにわかだから。1時間1500円飲み放題よ。歌舞伎町ってないよ。2時間目から 1時間1000円ですから。要はね、1時間1500円プラスチャージで、次から1000円で飲めるんだよ。1時間1000円で。それ俺呼んでくれば神キャラも来てるから。よっしゃ行こう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。